2018年3月の12日0時17分です。よろしくお願いします。はい、みんなはどつ寝起きです。よろしく、こんばんは。来てる。花粉症ひどいね。もう目もかゆくて花粉症がやばいよ。みんな大丈夫？もう花粉やだね。目がかゆい。みんな花粉大丈夫？なんか竹本のおっさん亡くなったんだってね。聞いた？みんな。つい先日まで元気だったのにね。びっくりだよ本当に。なんか本当らしいよね。ネタとかじゃないんでしょ。ツイッターでみんな途方書いてたもんね。びっくりしたよ。いや、俺も死ぬよ。俺もいつか死ぬんだよ。ここにいるみんなもいつか死ぬ。だから一生懸命生きないダメなんですよ。リコさんおはよう。バガありがとう。髪赤く染めてないよ。こんばんは。アイテムありがとう。
私が突した住所を知らん俺。俺竹本とはね会ったことはなかったんだけど、あの実を言うと配信外で死ぬ3日前ぐらいに話してたんだよね。 LINE とかでの交流とか、まあニコ生の時にコラボ何回かしたっていう、コラボっつうかまあ喧嘩とつかかってきて竹本から、うん、まあでも LINE 既読になってねえから2月の27に電話で話してた、2週間ぐらい前か、わかんないね本当かどうかは。でもなんか本当っぽいね、うん本当っぽい。いや俺昔から竹本って呼んでるよ。いや俺昔から竹本って呼んでるから、うん、人の関係性にごちゃごちゃ言うんじゃねえよ。向こうだって和道って呼んでんだから、なんで呼び捨てにされて呼び捨てに仕返しちゃいけねえんだよ。俺と竹本の人間関係なんだから口出すんじゃねえよ。お前に何の関係があるんだよ。あー悲しいね。うーん、本当だね。残念だよね。あ、俺そんなくだらねえ日本の文化とかやってねえから、俺無宗教だから、お前の価値観植え付けてくんなよ、勝手にやってろよ。ほんと残念だね。そうだね、今日もデコ上げてるね。この間のドラマ良かった？ありがとう。結構あのツイッターとかもいいね押してもらえて嬉しかったな。ドラマ良かった。
ただあれだね、やっぱ練習してないから下手になってるね。ドラムってさ、そのリズムキープ命だからさ、すぐわかる。よかった。ふわっちでは久しぶりだからね、1年ぶりぐらいにやったから懐かしかったよね。なんか見たこと初めての人が多いんじゃないかな。すごいたくさんの人に見てもらえて嬉しかったよ。荒野も見に来てくれて、あの今度スタジオ入りましょうって荒野の方から寄ってくれて。やっぱり見せないとダメだね。見せないと、うまいのか下手なのかとかって人の価値観によって違うから。 YouTube にも動画あげたよ。はい、いらっしゃい。あ、そうだったんだ。まあ仲良かったもんね、確かシャンマンと竹本は。まあそりゃな、身内が死んだら悲しいわな。心配っていうか亡くなったんじゃないの。心配とかじゃなくて、俺亡くなったって聞いたけど。本当なんじゃないかな、わかんないけど。俺一応 LINE 送ったんだけどね、あ、死んでねえよなって、嘘だよなって。なんて送ったかな、ちょっと見てみようか。ただ既読すらついてないから多分本当なんじゃないかな。俺もネタだろうとか思って、朝10日の、3月10日の昼か、昼の12時に死んだって嘘だよねって送ったんだけど、 LINE つかない、既読つかないね。うん、まあ本当だろうね。なんかそのリスナーさん、なんか有名配信者がみんな DM、 リスナーさん、近いリスナーさんから DM 来たって言って、それ信憑性高いって言ってたけど、まあ分かんないよな正直。そこまでつながり深いわけじゃないから。俺も突で何回絡んだ、5、6回絡んだぐらいだから。まあでもね、この前までピンピンしてたのに。この前も配信外でなんか喧嘩突みたいな、お前俺のことぐちゃぐちゃ言ってるらしいなとか電話かかってきた、言ってねえよバカ野郎っつって。うん、まあ困るか困らないかじゃなくて、まあほら狭い世界じゃん配信会も、やっぱ顔見知りっつうかさ、知ってる顔がなくなったらやっぱ悲しいよね。困るか困んないかっつったって、別にここにいる人間誰もが死んでも困れやしねえだろ。人間なんてそんなもんだからさ。でも寂しいのは寂しいじゃん。あ、彼女さんが TJ さん、じゃあまあまあネタじゃないだろうね。まあこれネタだったらね、ありえないでしょ。
彼女が言ってたんだ。そっか。キャスパラさんの枠で話してた。まあまあ、お、まあまあ、本当だと思うよ。なんか別に疑ってないよ、俺。最初から。あ、多分本当だろうなと思って。だから嘘か本当かっていうのが論点になっても意味ないと思ってて。まあ本当だろう。わかんない。俺は何だろう、そういう時に茶化す気にもなれんし、ネタにする気にもなれんな。あ、ドレさん連絡来たよ、今日。まだ休むみたいね。大丈夫かな。まだ喉の調子良くなかったね。真面目ってなんだろう。真面目かな。俺不真面目だと思うよ、ブルーバードさん。ブルーバードでいいの？ビ、バード？ブルーバードさんで読める。俺ローマ字読めないんだよね、ごめんね。 ブルーバードさん、試合も辞退した。何の試合？あれ？なんだっけ？マッハ祭り？いや、もう辞退したらしいよ。ああ、あれは出なくていいと思ってて。なんか、俺もそれは賛成派だったから出ない方がいいっていう。ああ、すごいね。ステゴロ完売おめでとうございます、便所太郎さん。皆さん、チケット買ってくれた皆さんありがとうございます。本当に嬉しいです。すごくない？ものの10分で完売だって。手に入んなかったってメールいっぱい来たよ。みんなありがとね、買ってくれて。買った人会場で会いましょう。ぜひ声かけてください。はい、ワドツ、まーさんいらっしゃい。こんばんは。配信ごめんね、ちょっと疲れが溜まっててさ。昨日配信できなかったわ。ドラムの後ね、ずーっとプライベートで動いてて。で、どれくらい寝たかな？夜の9時に寝たから、今12時でしょ？ 20、27時間寝てたね。一回起きて飯食ってすぐまた寝ちゃったみたい。疲れが溜まってたんだね。今月初休みだったかな。初休みっつっても、俺の中でね、プライベートで過ごしたわけじゃなくて、ずーっと寝てただけだから。ちょっと疲れてたね。起きててずっと27時間ぐらい起きて27時間寝たっていうサイクルだね。ナッケンさんお疲れ様です。 まあまあ、3日放送してなかったら、まあ死んだか逮捕されただと思っていいよ、俺の場合は。3日放送開けたら、まあ1日でね、心配するレベルって分かったでしょ。 毎日やってるから安心感半端ないでしょ。まあ、二日休んだことは何回、二回か三回あるんだけど、5年間の中で。まあね、三日やらなかったらさすがに何かしら起こってるね。逮捕されたか、死んだか。だいたい三日空いたら、まあ、死亡説流れるね、俺の場合は。まあ、二日ぐらいはたまにあるよ。たまにっつっても年一回あるかないかだけど。まあ配信中毒だからさ。
でもこんだけ見る気ない見る気ないって言っててチケットソールドアウトっていうことはさ、まあなんだかんだ捨て頃みんな楽しみにしてんだなっていうのが、今回メンツがどうのこうのとかさ、いろいろあったけど、エミちゃんいらっしゃい。なんだかんだあったけどさ、まあまあ期待されてんだなと思って嬉しかったね。興行的にもね、チケットが売れたら問題ないからね。初見さんいらっしゃい。いいんじゃない？悪くないんじゃん。10分で完売だったら新宿フェイスとかもういけんじゃないかな。俺便所さんに第2回さ、新木場でまたやるって言われた時フェイス行きましょうって言ったんだけどね、まあ、やっぱ実績積みたいって言ってて、便所さんそこら辺硬いからね、いやプロモーターとして慎重なんでしょ。多分フェイス埋まると思うだけどね、600人規模、倍ぐらいの規模にしてもいけると思うんだけど、300埋めるって結構すごいからね。なんかそんな気しない？なんか別に嘘だか真実だかっていうのを疑う、勘ぐるっていうのを俺あんまりよく分かんなくて、俺はまあ本当だと思ってるけど、なんか勘ぐる必要あんの？そこなんか重要なのは嘘か本当かじゃないと思うんだけどな。なんでみんなそこを注目してんのかよく分かんないね。別に嘘だったら嘘だったら、ああ死んでなくてよかった、竹本ふざけんなっつって叩かれるだけだし、亡くなって悲しいっていうのは事実なんじゃないの。なんでみんな勘ぐってんの？だ、人間が死ぬっていうのは誰も分かってることでしょ。竹本だけは死なないなんてないじゃん。そうそう、重要なところそこじゃなくねっていう。一人の人間がいなくなったんでしょこの世から。新宿フェイス、あ、行ったことあるんだ。有名っつうか、となんつうんだろうな、ライブハウスで例えてもいい？ヤバぞ。ライブハウスの例えちょっと違うかもしれない。多分似てると思うんだけど、興行だから。普通の地方のライブハウスって呼ばれてるのって200人規模なの。大体200人以下のところもあるけど、大体200なのよ。最大キャパ数。で、そこでワンマンをやるっていうのが、全国ツアーでワンマン回れるようになって初めて、最終ツアーで、500人規模とか2000人規模でやるっていうのが通常の流れなの。で、500人の規模って言われるのってもうセミプロとかがやるレベルなのよ。素人の、要はインディーズがやるレベルじゃないのね、600っていうキャパは。でそれを超えると今度武道館とか、要は最後の登竜門のブリッツとかなんだよ。ワンマンとか自分の企画の、それ呼べたらプロから声がかかるって言われてんのがブリッツとかゼップとかさ、要は興行、もう本当のプロの興行になってくるのがゼップとか、そのになってくんだよ。だからブリッツとかゼップとか2000人規模、1000人規模、1500人とか、まあそういう規模になってくるともうなんつうの、プロがほっとかないレベルで、まあ新宿フェイスでやったら注目度はかなり上がるね。っていうのも素人の限界で、素人じゃ絶対600って埋まらないって言われてんのよ。ただネットの集客力で600埋めたら、まあアベマとか何かしら噛みついてくるレベルじゃん。ちょっと1枚噛もうよっていう、1枚噛ませてよか。だからランクがあるんだよね、箱によって、そのイベンターとしての。で俺はその便所さんの今の実力っていうか捨て頃の勢いは、俺は新宿フェイス全然余裕だと思ってたけどね、余裕っていうかギリギリ
ちょっとハードル上がるけど。だけど便所さん的にはフェイスでやりたいっていうのはあったんだけど、もう一回実績作るって言ってた。日清パワーホールの集客規模が分かんないね。集客のレベルが分かんない。ただそのプロレスとかの格闘技団体からすると新宿フェイスはもうそのプロがやってるところ、プロが通常でやってるところかな。テレビの放映権とか噛まないで、だからそのなんつうの、格闘技の登竜門的なところが、もうそこで実績積んだらまあイベンターとして強いっていうか、イベントとしてもしっかりと確立してる、そういうレベルだね。あー、それは思ったかな。なんか竹本竹本って言ってタイトルつけてなんかこうやってるのはよくわかんねえな俺は。ゆうこさんいらっしゃい。チケットはもう売り切れ。いつだったっけ、10日だっけな、9日だか10日だけど、もう売り切れました。ジェルドさん、おい、ハッソモさんごめんね、ちょっと体調悪くて倒れてた、ぶっ倒れてた。27時間寝たね。メルレマリーさんいらっしゃい、こんばんは。ただね、ちょっと考えたんだけど、貯金さん、俺もね、あんまりなんか嫌だなとは思ったんだけど、正直そのなんか竹本と関係ない人とかが竹本の名前使って要は売名した時に、俺は正直笑ったんだよ。こいつらほんとネタになるんだったら死者でもネタにするんだなと思って、なんか浅ましい生き物だなと思って、もううんざりしてたんだけど、でもまあ竹本にとっては幸せだし、そういう世界なんだよなとも思ったのよ。俺らがやってる世界ってそういう世界だよなと思って。体調つうかドラム叩きに行った日に俺忘れてて、シルバーの打ち合わせがあったんだよ。でよ、2時ぐらいに帰ってきたのかな。そして2時か1時ぐらいに帰ってきて寝ようと思ってベッド入った瞬間に X さんから連絡来て、今日打ち合わせの日だよねって言って、昨日配信なんかめちゃめちゃやってたから寝るっしょって言って、すごい気使ってくれんの。もう打ち合わせですら、いやあなた配信者だから配信メインなの分かってるからって。でも連絡入れなかったら入れなかったで、なんで連絡くれないんだってなるのをもう全部見通して、いや今日打ち合わせ日は覚えてるっつって、うわ忘れてたって言って、ごめんありがとうって言って、その場でパーッと行って、で打ち合わせして、そのスタジオでシルバーの今後のこととかで、帰ってきたらもうバタンキュー。あ、俺はネタにされてえな俺はネタにされてえな、だからまあ竹本は幸せだと思うよ、まあわかんないけどね、竹本本人のことは。もし俺が死んだらみんなにいじくり倒してほしいね、いじくり倒してほしい。それは俺個人の願いね。でもほら、俺が望んでることが竹本が望んでたこととは違うし、俺は遠いから結構竹本とは電話でしか話したことないし、一回会おうななんて言ってたんだけどね、縁がなかったね。ハートありがとう。けん玉は一つ、まあでも本当なんかちょっと寂しいね本当に。いやドルさん、昨日じゃない、今日か、今日の昼間に電話かかってきたよ、ヤホヨおじさんから、だから暇すぎて DVD を買いたいみたいなどういうことと思って、で俺びっくりしたのがドルさんから電話かかってきて、あのあの DVD 買いたい、ドルさんどうしたの、俺暇だから、まだ喉治ってないの、うん、まだ治ってなくて DVD 買いたい、 DVD 買えばいいじゃん、外付けハードディスクでしょ、あの DVD 見るやつでしょってさ、うん、でもね、ワド、これからのこれからのあのこれからの時代はブルーレイだと思いませんか、ブルーレイ買った方がいいかなっつって、あのドルさんっつって、あの今の時代ブルーレイの時代来ないよっつって、
これからオンデマンドの時代来るからっつったら、和道オンデマンドって何って言うから、もう帰ってっつってピッて来た意味が分かんないでしょ。いや本当にこんな感じだったから、うん、意味が分からないと思って、うん、しかもそのたったくだらない DVD 買うか買わないかの電話ですごいよ、あの着歴見たら10件ぐらい来てたの。どれさんから鬼電が来てたので、なんだろうと思って起きてピッて電話かけたら DVD 買おうか迷ってるだったからね。大谷さんいらっしゃい、ほんまはアンコロいらっしゃい、ポイポイ、ポニーポ、なんだ、ポイポニーさん、バカありがとう、うん、自宅じゃないの、わかんないけど、うん、まあ寂しいんだろうねでも喉ちょっとやばいね、あのまだ聞き取れないね、治んないかもね治んないかもね、もうね、だってもうだいぶ経ってるよ、2週間ぐらい経ってんだよ、ちょっと喉はやばいね、うん、たくまさんかな、ありがとうございます、ぜひフォローよろしくお願いします。あのフォローだけ、通知は入れなくていいんで、あ、通知僕ピンピンうるさいんで、フォローだけしてもらえると本当にありがたいんで、たくまさんぜひフォローよろしくお願いします。いや、まあ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 、ありがとう。長谷友さんからグレート花火いただきました、ありがとうございます、いつもありがとう長谷友さん、どうなんだろうね、多分ドレさんは喉治らなそうだね、うん、いや致命的だよねちょっとね。ただまあ俺はやっぱ配信外の方が面白いと思ったよね、これからブルーレイの時代が来ると思うっていうのは名言だったよね嘘だろうと思って、何年前の話してんだこの人と思ったもんね、あのこれからブルーレイの時代が来ると思うからどっち買えばいい名言でしょ、うん、いやもうとっくに過ぎたわブルーレイの時代は、いやビデオ店なくなるよとも言ったんだけどよく分かってなかったの、伝えよなくなるの、わど伝えよなくなるのって言ってたねもう腹痛いよ本当に、うん、おじいちゃんかよ、いや可愛いんだよそういうところ、配信でねもっと出せばいいのにね、いやもうツタヤとゲオもうどんどん閉まってるよ、あのヤバゾーさ、ツタヤのあの店舗の閉店数の推移がすっげー面白いよ、データで出てるんだけどもうやばいよ、ツタヤねもともと学生企業だったの、あのビデオをその学生館で貸してて、それで金取るところから始まったんだけど、昔ビデオってね8000円から1万5000円ぐらいの高いやつだったんだよ、で学生の間でレンタルやって味しめて500円ぐらい取ってたのかな、1週間500円でって、ドレスさんはねコラボ してよっつうかね、ドレスさん多分なんだけど過疎生主とコラボしないっていうスタイルにしてるんだと思う、俺と配信外で超頻繁に会うけど多分ね、あの俺は隠しちゃって見てるんじゃないの、うん、だから大手としか絡まないじゃん、だからなんかスタイルがあるんでしょ彼には彼の、あーもうツタヤ全然なくなってますよね、うん、レコード店はまあまあ俺の時代でもうすでになかったっすよ、1985年生まれだけどレコード店なかったっすね、ガキの頃もうそのコアなファンだけのものっていう、でも知ってる？ CD よりレコードの方が情報量多いって意外と知らないんだよね、音悪いイメージあるでしょレコードって、あのオーディオ2だったら知ってるんだけど CD の方が明らかに音悪いんだよ、宅配ビデオちょっとね良かったなと思ったけどめんどいよね、もう行くのがめんどいから
これからどうなるんだろうな。なんか、その、レンタルまとめサイトみたいなのできてほしいけどな、ベンチャーに。シロさん、こんばんは。だから、金払うのに抵抗ないと思うの。1週間レンタル、まあ、300円、500円とか。だから、それをまとめて見れるサイトがないっていうのが問題なんだと思うんだよね。レコードはね、グルービーなメロディーがいいよねっつうのがもうにわか。ごめんね、ケンタメンさん、気分悪くしないでね。音響やってたから、音とかヘッドフォンとか、そう、素人の人で、オーディオマニアとかいるんだけど、音の構造については、プロでやってたから、嫌いなんだよ。そう、素人、分かってないやつの、スピーカー表とか、ヘッドフォン表とか、で、イヤホンが音がいいとかいうやつ、マジで頭悪いやつだと思ってて。そう。ああ、タワレコとか、あ、そういうことか。ごめんごめん。もう、タワレコとかも閉まってますね。あ、ね、初期のっていうよりもね、デジタルとアナログの構造についてなんだよ。これは。デジタルっていうのとアナログっていうのがどういう構造になってるかで、あと、録音の仕方もあってね。今、レコードで出してるアーティストもいるんだけど、デジタル処理したものをレコードでやってるから、結局 CD と変わらないとか、そういう、あれがあるんですよ。画廊で聞いた？いや、バレる。どういうことかっていうと、録音方式の問題なの、これは。簡単に言うと、アナログっていうのは、マイクを向けた先の全部の音が入っちゃうの、構造上。だから、簡単に言うと、こうやってやってんの。で、録音してんの。もう、超バカっぽく言うのね。でも、デジタルっていうのは、音を周波数をカットできるのよ。擬似的に。なんか、加工がしやすいっていうのかな。要は、絵で言うとさ、絵で言うと、例えばアナログのビデオで撮るのとデジタルの違いってね、こういうこと。今やってみるね。昔のさ、携帯電話こんな感じじゃなかった？携帯電話の画質ってこんな感じだったでしょ。で、これくらい引き伸ばすとわかるけど、四角の塊だっていうのわかる？このデジタルって。四角いドットっていうのの塊だから、角張ってるのわかる？こういうところが。わかる？これがデジタルってもの。これも音も一緒なのね。で、この目の数をどれだけ増やすのかっていうのがデジタルなんだよ。まあ、音にも音も角張ってるっていうふうに思ってもらっていい。だから、どれだけやったとしても、尖るんだよ。映像とか。映像が尖ったりとか、あと、なんて言えばいいかな。映像が尖るっつうか、音も尖るんだよね。初見さんいらっしゃい。キックってなんだろう？キックの話。なんだろう？キックって、キックボクシングっすか？なんかしてたかな？俺、一日8時間ぐらい雑談するから、あんま覚えてないんだけど、どんな内容だったかな？モザイク処理みたいっつうか、いや、モザイクってこういうことだから。モザイク処理がまさにこれで、要は強制的に画質をぼかすの。要は粗くするっていう。まさに今モザイクを作ったんだよ。これを一部分でやるとモザイクっていう処理だから。そう。なんかモザイク処理みたいだねって言ったのは正しい評論。モザイク処理の方法だから。目のところだけ、そういうさっきみたいな、こう画素数バーって引き伸ばすのもモザイクの加工の一つだから。いろんなやり方があるんだけど。ドレさんはさっきも話したけど、昼間電話かかってきたよ。下と音、下と音の表現どうやってすればいいかな。音、デジタル処理が便利って、映像で例える、音で例えると、
んて言えばいいのかな、周波数ってわかる？みんな周波数って言葉わかる？あのね、これが厄介なのが、なんでオーディオとかってオカルトが増えてくるかっていうと、音が結局耳で聞けるかどうかの世界なのよ。だから耳の悪いやつに聞かせてわからないっていう世界なので、だいたいさ、ヤンキーの車とかってさ、ウーファーって積んでたでしょ。で、下の音を強制的に出してるんだけど、それがいい音だっていう時代もあったのよ。今逆行してるんだけど、ウーファーの音を強めにするっていうか、例えばそのスピーカーって3つの構造って言われてるんだけど、本当は4つなんだけど、まあ大体3つなのね、スピーカーっていうもの自体は。で、ボスって聞いたことあるでしょ。ボスっていうメーカー、あ、じゃあ、ボーズだ。ボーズっていう、あのメーカーのスピーカーっていうのは、あの、音いいって思ってる人多くない？この中で。カラオケのダムに行くと、ボーズのスピーカーだと音いいって感じないですか？スピーカー、そう。録音の仕方、媒体をどこに移すのか。録音の仕方ね、まずは。録音方法。で、次に、それを媒体にするとき CD なのか MD なのかアナログなのか、でここに処理の方法があるんだけど、で今度これを再現するのが、スピーカーであったりとかなんだけど、俺は JBL です。ハモさんさすがっすね。あのでもね、 JBL はオーディオマニアからするとダメなの。俺は JBL 好きなの。そう、音の跳ね返り、いい話になってきたな。ターさん、いい、ありがとうね。そう、そこに行くから。そう、あのね、これはね、みんなに知ってほしいんだけど、スピーカーって最終的にどこにこだわるかって知ってる？音っていう世界ってものすごく深くて、もういい話になってきたので、まあ元に戻すと、 JBL、 あ、 JBL ない、BOSE っていうスピーカーって実はあのすっごい特殊なスピーカーなの。あのスピーカー界からするとちょっと変わってるスピーカーなんですよ。で、あれはなんでかっていうと、あ、じゃあね、面白いことを言うね。スピーカーとマイクって同じものだっていう風に知ってる人いる？あ、ごめんね。スピーカーとマイク、もしくはヘッドホンとマイクって同じ楽器っていうのかな？同じ装置なの知ってた？みんな。これ知らない人がいるでしょ。あ、ドラムありがとう。この枠、これいい話だよ。その通り。逆の作用なんですよ。だからマイクって呼ばれてる録音装置とスピーカーとかヘッドフォンって音を出す装置って実は構造なの。だから俺がライブハウスやってた時はヘッドフォンをこうやってマイク代わりにできんの。知らなかったでしょ。こういうマイクとかを作ったりできんの。これなんでかっていうと簡単なの。電流を逆流させたら同じだから。要はさ、音って空気の振動なのよ。空気をビリビリ震わせて、紙、スピーカーの紙の部分あるじゃん。あれを受信して紙の震えをデジタル信号に変えて録音してんの。アナログも一緒ね。そう、モーターと発電機の逆の関係と似てる。そう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 。だけどその音を出す方に向かせて作るのか、要は紙が破れないようにする。で、実は紙って何なのかっていうと鼓膜なんだよ、人体でいうと、うん。で、まあまあ話戻すんだけど、で今度じゃあ、普通のスピーカーと BOSE のスピーカー何が違うのかっていうと、普通は、ハイ、ミドル、ローって呼ばれてるスピーカーなんですよ。3つの分類を分けるの。下の音が得意な、だからライブハウスとかさ、でっかいところのスピーカー、でっかいスピーカー見たことあるでしょ。そうすると上の方に穴が開いてて、真ん中と下にスピーカー紙が貼られてない、丸が2つあって上になんか穴が開いてるやつがあるでしょ。スコーカー、ウーファー、なんだっけ、ツイーカーかな、ツイーターだっけな、ツイーカーだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、ハイのやつ、ハイの名前わかる人いる？スコーカー、ウーファー、あとで、その本来は3個とか4個で作って1個のスピーカーっていうのを作るんだけど、あの BOSE っていうのは特殊で1枚の紙で全音域を出すんですよ、うん。普通のスピーカーはこの構造なの。真ん中に紙が2つあって上に穴が開いてるって。ツイーターだ、ありがとう。そう、ハイの音が出るツイーターと、下の音が出るウーファーと、
で、スポーカーっていうの。ミドルレンジを2枚つけるやつもあるんだけど、そう、ツイーターでありがとう。うん、で、当時流行ったのが、昔ちょっと流行ったのが、下の音、ボッ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 っていう、その、聞き取れない空気の音。下の、あのね、ボッ、ボッ、ボッっていう空気の音が出るウーファーを積むと、あの、地面が揺れる音がするの。トッツ、トッツ、トッツ、トッツっていう、この、ボッ、ボッっていう音。これがウーファーの役割ね。ベースとかバスドラムの音を出すっていう。で、今度は何が大事かっていうと、この話でスピーカーが大事ってなるでしょ。で、もっとこだわってくると何？要はコストパフォーマンスで言ったら、いいスピーカーと、いい、その、なんつうんだ、再生装置があればいいっていうのが分かったわけじゃん。で、本当のプロはどこまでこだわるかっていうと、配線に100万かけるの。配線に100万かけたり、今度部屋の大きさにどこにスピーカーを置くか。で、これが面白いの。要は部屋そのものを作るの。いくらスピーカーが大きくても、例えばなんだけど、お風呂の中で流したらエコーがかかっちゃうでしょ。あれエコーじゃないんだけど、リバーブっていう作用なんだけど、そう、スピーカーケーブルが大事になったり、お風呂場にスピーカーを置いたらわかるでしょ。あの鼻歌歌うとさ、あのエコーがかかるでしょ。あれリバーブっていう作用なんだけど、要は反響音が大きくなるとダメなんですよ。うん、そう、ま、そうで最終的に電圧とか部屋そのものになってくるの。だからあの本当のオーディオマニアってレコードで聞くんだけど、レコードが浮いてるの、磁石で意味わかんないでしょ。そう、部屋もキャビ扱い、正解。あのね、これ本当のオーディオマニア知ってると思うんだけど、オーディオのレコードプレイヤーの上とその台に、ここに磁石をかませるの、4つ。だから地面がいくら音で揺れるじゃん。音を出したら、でかい音出したら地面が揺れるでしょ。そうすると針が飛ぶじゃん。なんか浮かせるの。もうここまでやるんだよ。電柱の位置じゃないね。マイ電柱を立てて、わざわざ四国に住むとかそういうレベル。電圧の関係で。東京電力を選ぶっていう。キリないんだよ。だからもう超金がかかんの。あ、あんなにもこだわるね。あと真空管とか。なんで、その、未だにその真空管を使うのかっていう話なんだけど。そう。だから音の世界って金が際限なくかかんの。そう。で、例えば、その全部一式揃えて、シールドっていうこういう配線あるでしょ。これを、シルバーで作るのか、金で作るのか、プラチナで作るのか、タングステンで作るのかで音が変わっちゃうっていう世界の。だけど、普通の人は聞き分けらんないのよ、音を。その、だから、なんつうんだろうな、知ったかぶりしてるかどうかすぐわかるの。だから音にいい音なんて存在しないの。うん。音にいい音なんか存在しなくて、あなたが好きな音はどれですかっていう世界の。そうだね。情報量上げるぐらいで十分。だからね、俺がやってた時、クララさん、それ、ワト、正解っていうかね、お前、いいライブハウスやってたじゃんって言われるのが、俺友達の東京電力のやつに東京電力のケーブルを買ってシールド作ってたの。いいでしょ、いいでしょ。うちのライブハウスのシールドを金かけないでどれくらいいい音出せるのかっていうのを勝負してて、東京電力から電線売ってもらって、その電線で作ってたの。電圧最強の。これわかる？凝ってるでしょ。そりゃいい音出るでしょっていうか、太い音が出んのよ。ありがとう。花火ありがとう。うん、これはちょっと自慢だったね。自分で、人を見入ってなんで音を自らミキシングできるか。できないのが難聴ってやつだからね。いいでしょ、いいでしょ。これね、あの、オーディオマニアからすると、そのシールド試したいって。だからうちのバンドは、あのギターは全部東京電力のシールドなの。音圧マジでギターでもでかい。そう、おじさんで東京電力で改造シールド作ってくれる人を知り合いに作って、行こうぜっつって、俺らの夢の箱作ろうっつって、いや、いろいろ苦労したよ。ステージ作るのに、そのコンクリート埋めたりとか、もう手作りで、その音をどうやって跳ね返そうかっていうのと、どうやって集音させようかっていう、そう、消音とか集音っていう原理が出てくる。消音とか言うんだけど、まあ、簡単に言うとさ、あの小学生の頃さ、あの音楽室ってさ、
木のベニヤに穴が開いてる部屋じゃなかった。あれが簡単な消音システム。ジョージャクちゃんいらっしゃい。俺バンドやってたのじゃなくてライブハウスの経営やってたの。一番最初はライブハウスかな。でバンドやってたところが、俺のツイッター今見に行ってこな。ドラム叩いてるから。俺のツイッターのトップページ見たらドラム叩いてるの出てくるよ。ギターのピックアップとか全部いじってたね。だけど俺ほらドラマーだったから、俺はドラムのマイクをどうやって取るのかにこだわってた。俺の仕事役割は。ドラム見てもらおうか。じゃあちょっと待ってね、ドラムを見せてあげよう。ちょっと待ってね、この前ふわっちでやったやつちょっとキャプりますね。じゃあ下手になってたから恥ずかしいんだけど、これがそうですね。まあまあこういうのをやってましたねこの前、うん、こういうのをやってました、うん、今ね生主バンドっていうのをやりたくて企画中なんで、もしよかったらツイッターリツイートして拡散してもらえるとメンバー集まりやすいんでよろしくお願いします、うん、いや違う違う、リクエストを叩いてただけなのよ、うん、リクエスト。あ、YouTube 俺のチャンネル登録したら出てくるよ。出るね。もしよかったら YouTube チャンネル登録して。あー、おじいいらっしゃい。いいっすいいっす。青じいはプロだからね。青じいはプロのギタリストで、もうずっと YouTuber でもあるの。本当のプロのギタリストだよ。青じいも YouTube やってるからおすすめです。青じいで検索するとプロのギタリスト、エレキじゃないけどね、アコースティックのプロ。ふわっちで最近やってんのかな。最近見ないけど、もともとふわっちの配信で、ああすげえいいおっさんいると思って、うん、いや本物でしょ。そうね、さっき言った壁っていうのがすごい重要で、反響音を簡単に言うとなくすんですよ。あれは音を吸収するの、壁が。だから本当のすっごいレコーディングスタジオだと、モフモフの綿が壁中にこう尖って三角のが敷き詰められてんの。だからびっくりするよ、そこで喋ると雑音がないの。反響音がないから自分の声が自分の声じゃなく聞こえる。ふわっちやってないんだ最近。もしよかったら俺のツイッターの動画リツイートしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ワード2。あ、そうなんだ。まるごとトマトさんいらっしゃい。バカありがとう、イチローさん。で、俺はその音楽、ライブハウスの PA とかをメインでやってたのね。音作りの人、音を作るっていう仕事やってたね。 PA っていう音響さんですね、簡単に言うと。だからよくその和道の放送音がいいっていうのは機材に詳しいからっていうのがあるかもしれない。要はマイクをどこに向けて撮るのか、本当は ここで撮ると音がいいんだよ。
声の音良くなったの分かる？マイクの位置でこれだけ変わるの。ただここだとほらラジオっぽい声で聞こえるんだけど、俺が空気の音、口呼吸だからバホバホ言っちゃうの。あとペチャペチャ音拾いすぎてるのね、簡単に言うと。だから本当に滑舌が良くないと、そう、音変わるでしょ。単一方向性とか超単一方向性って言って、あ、指向性か。マイクってここのまっすぐの位置から音を取るっていう風なのが普通なの、ダイナミックマイクの。だから この辺の音って聞こえないの。だからマイクをこうやって向けるだけで音が変わるの。今変わったの分かる？これ裏の音を取らないようにしてるから、こう跳ね返った音を取ってんので、こうやって向けると音が綺麗になるでしょ。そうで、空気って言ってここで取るのとここで取るのだと違うでしょ。これが今言った青字の空気感、この中の音の。だから普通はこの辺でやるのが俺は好き。うん、こもるでも表現合ってるね。だそれを調整するっていう、マイクの位置、角度で、どっから撮るのか、部屋をどう作るのかで、コンピューターに入れて再現をする、もしくはその加工をする、聞きやすくするように、そういう仕事だね、簡単に言うと。でみんなが言ってるいいマイク、いいマイクっていうコンデンサーマイクっていうのは、その拾う音の幅が広いのね。だからみんなが思ってるいい音っていうよりも雑音が入りやすいマイクでもあるんだ。だから環境がすごく大事だね。そうそう、エアの、そう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 、うまい人だと空気感を出すために空中から会場の音を取るの空中から会場の音を取るで、わざと混ぜるのとかね、そういう技術があったりとか、うん、だからドラムのレコーディングだけでね、普通はバスドラム、まあその太鼓の数だけ、あと空中からシンバルでエアーズ刺すから、ドラムが一番難しいんだよ。音がでかいくせに、さらに叩いた音が他のマイクで拾うからバランス作るのがすごい難しい。でもね、俺はね、そのスピーカー2発が好きなのね。で今 5.1 チャンサラウンドっつって、スピーカーをなんだ5発だから6発かませるでしょ。あれ嫌いなのよ、うん、2発のスピーカーでどれだけ表現をするのかっていう風に考えるのが面白かったのに、要は 3D アニメみたいなもんなんだよね。なんかその無駄に情報量が広がって、そのクリエイターのできる幅が広がったんだけど、逆にその手が余っちゃうっていうか。でもね、トマベチヒデトのね、音響のシステムが面白かったね。トマベチヒデトの家、パワーアンプって言って、その、電圧を上げるシステムがあるんだけど、音の。それだけ2000万とか余裕でかけてて、スピーカー一発、なんかもう何千万っていう。だから音響だけで数億かけてんの。あら、すごい面白かったね。トマベチヒデトの、家の音の作り方は面白かったね。あれ見るとよくわかるかもしれない。もう金持ってたら際限なくいい音って作れるんだっていう。根本的に変わってるっていうかね、まずね、トマベチヒデトがもともと生まれながらの超大金持ちの財閥の息子だっていうのを知らない人がいるんだよね。リアだけで臨場感出せたらすごいまあまあ、その金のない中でどういう音を作るのかっていうのが本来音楽とか楽器の楽しさだと思うんだけど。ああ、なんか聞いた聞いた、ツイッター見たよ。
柔道2段でしょ石田柔道2段でしょ、なんで削除すんのまだ配信してたんだ、してるしてる、なんで。ベッチーの聞くだけで言っちゃう音響 CD には笑った、あれはもう本当宗教だよね、あれ持ってるけど、うん、トマベチヒデトはなんかあのマジで聞いたらダメだ、あの人はネタの人だから、あのすごい魅力があるからね、神格化されちゃうんだよね。僕出ないですよ僕16日行かないんで、しかも僕あなたと裁判であの絡まないっていう約束をしてますよね、はい、民事で裁判で話し合ってるでしょ、あの接見禁止ですよ僕とあなた、しかもあなたが起こした裁判だからねあなたが起こした裁判で接見禁止になってるんだから、しかも俺柔術わかんないもん、総合格闘技わかんない、逃げるなとかじゃないでしょ、俺が起こした裁判じゃなくてあなたが起こした裁判だから、何の裁判っていうのは知らない人いるんだね、まあ古い話だからね、なんで一から話すのめんどくさいよ、なんか出てくるでしょ調べたら、今オーディオの話してんだよ、オーディオの、知らない、なんか自分で調べて、なんかしら出てくるんじゃないの、あのスピーカーね JBL なんだけど、パソコン用のこれ悪くなかったよ、6000円ぐらいで売ってるやつ、なんかあのスピーカーもう本当に安くてパソコンの家の音ちょっと良くしたいっていうんだったら JBL のねエスカルゴの俺が持ってるスピーカーおすすめだよ、なぶっ飛んでいい音出ないけど部屋の中で聞く、普通にオーディオ分かんない人でも分かると思う、俺もともとだからライブハウスで PA やってたの、だから普通に経験を話してるだけ、あの仕事でやってたから、安いのでもすごいからいいよね、そう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 、要は普通のスピーカーだいたい3000円とか4000円で買うじゃん、だったら6000円の買うだけでここまで変わるんだっていうのが面白い、低音が出やすいのよ簡単に言ったら、抜けがいいし、だからみんなが思ってる音楽聞くときにこういい感じの音が出るっていう、3万円とかもちろん6万円とかからだんだん良くなっていくけど、普通の人が手出しづらいから、しかもデザインがいいんだよね、すごい可愛いパソコン用の、試しに買ってみたんだけどすごい正解だったね、使いやすいしインテリアにもすごくいいよ、ミスタービッグさんいらっしゃい、金足らないですよね、うん、音質のチェックはねジャズよりもオーケストラの方がいいと思うよ、でなんでジャズとかオーケストラがいいのかっていうと録音方式がすごかったから、当時の要は何でも拾っちゃう環境で、そのアナログでマイクの向きとかで勝負してたり、技術が高いから、だからねジャズオーケストラ、
まあジャズもいいんだけど、俺はオーケストラの方がいいと思う。なんでオーケストラがいいかっていうと、すっごくでかい音で、すっごいいい環境で聞くと、観客のっていう、ゴクっていう空気感とか、ザワザワっていう、その、本当に客席にいる感じが出てくるの。うん、ドラム歴長いんですけど、ヘッポコですね、僕は。はっきり言って。全く上手くないっていう。すごく、歴は長いんだけど、練習サボってたから。だから、ドラマーからすると、プッっていうレベル。もう、プッって。プッっていう、そういうもう、はずっていうレベルだね。だけど、多分、楽器をわかんない人からすると、を叩けてるのかなってごまかすことはできる。そう、息遣いが聞こえるのがいいスピーカーっていうよりも、そのアナログの強いところ。いや、CD とかの音源だとカットしちゃうから。その辺。で、ジャズだと多分レコーディングスタジオを使ってるんだけど、オーケストラだとね、多分観客の録音とかでやってる時があるのよ。うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。いいスピーカーは脆弱が聞こえるっていうのがそういうこと。だけど、その、それもまた難しいんだけどね。うん、それがデジタル処理された脆弱なのか、アフターレコーディングで撮った、作られたものなのか、本物なのか。だから一回ね、200万とかするオーディオ聞いた方がいいよ。こんなに音で、その、音でこんなに世界変わるんだっていうのがよくわかるから。まあだけどこだわったらきりねえ世界だよ。こだわったらきりない。で、もうどうしても生放送だと再現できないから。あ、一枚の原理っていうのは簡単。トッポギさんね。坊主っていうのは紙一枚で作ってるのが有名なんだけど、なんでスピーカーを3つに分けるのかっていう話で、紙の質であったりとか、例えばウーファーってわかるでしょ？みんなウーファーは聞いたことあるんだけど、下の音が出るやつっていうのは、箱がこう長ければ長いほどいいって言われてんの。紙の問題じゃないの。だから構造的に、紙と箱の深さなのよ。箱の大きさって言ったらいいのか。あとは聞く環境なんだけど、っていうように、その、追加、スコーカー、ウーファーっていう風に役割を分担してミックスして出した方が効率がいいよねって考えるの普通なんですよ。だけど坊主の画期的だったところがコンパクトに仕上げて全音域を出すっていうところに特化していて、要はコストの問題、コストを下げていい音を作るっていうのにこだわってたの。だからその坊主っていうのは安定してそのいい音が出る。特にカラオケとかだと、ミドルレンジとか、その、人間の声、ボーカルの音っていうのは、ハイとミドルなのよ。だからそこが抜けるかどうかで聞き取りやすいかどうかなの。だからカラオケに向いてたっていうところがある。うん。だから坊主の一枚の原理っていうよりも、簡単に言ったらさ、紙一枚に全部音を出させたらいいっていうだけの話だから、要は坊主のこだわりだよね、そこ。もちろん坊主の中でも3つとか使ってるのがあるんだよ。うん、スピーカーでさ、ちょっと絵がないと分かりづらいかもしれないから、うん、ちょっと待ってね、今もうちょい詳しく解説するけど、普通スピーカーってこういうのをイメージするでしょ。で、これがいいかな。こういうの分かる？みんながイメージするスピーカーってこういうのじゃない？で、その上の方が高い音が出て、下の方に低い音が出るっていう構造なのよ。だから簡単に言うと、マイクじゃないんだよな。音を出す装置、紙が3枚ぐらい貼られてるのが通常なの。これ丸いの紙なんだよ、これ。これがウーファー。分厚い紙だと思ってください。で、これを坊主っていうのはどういう風に作ったかっていうと、
この1枚の紙でほらコンパクトでしょ。まあこれは4枚とかすげえ使ってる、123高いのだとそうかもしれないけどね、カラオケにあるやつの坊主っていうのはこれか、これがカラオケで有名なやつだね。これ1枚の紙で作ってるっていう構造に特化して作ってんの。コストパフォーマンスが良くていい音を出すっていうのにこだわってるんだよね。坊主はちょっと特殊だし、結構定番した定番だったの、プロ向けの中では。でもね、坊主はね、実を言うと癖があるスピーカーで有名なの。そうそう、周波数で分けてるんですよね。うん、そう。だからね、坊主イコール定番っていうよりも、俺ら音響屋さんからすると坊主ってすごく癖の強いスピーカーなの。だけど、一般の人がいい音っていう風に判断する要素が含まれてたっていう。うん。あね、高い車はね、いいスピーカー積んでますよ。高いスピーカー積んでるから、で、部屋の中の環境音とかすごく意識してるから、後ろからウーファーが流れたりとか、前から聞き取りやすい音とか、高級車はすっごい音こだわってるから、下手に家で聞くより、高級車で聞いた方が音はいいはずです。そう、音がダマになるはずなんだよね。そう。だから、クロートは坊主あんま選ばないと思う。坊主はすごく癖が強い。あ、JR の駅にも使われてるんだ。ビリーさんいらっしゃい。なんだろう、坊主エハ。ん？で、坊主はそう、解像度があんまり良くない。そう。だから癖が強いスピーカーのはずなのに、なんかそのオーディオ、素人の音がいいっていう時、坊主っていう。俺は JBL 派。俺ものライブハウスも JBL だった。で、JBL イコール高級ではないのよ。要はね、JBL の何がすごいかというと、耐久性なの。要は音圧の耐久性が半端じゃなく良くて、要はね、ゴリゴリ音出しても破れねえんだよ。よれないの。そうなんだよ。一般の人の E は、ドンシャリって言われてて、ドンシャリっていうのは、音のハイとミドルの、ハイとローか。ハイとローの音を極端に加工するっていうドンシャリっていう音。そう。イメージ戦略っていうか、まあまあ悪くないんだけど、カラオケの普及で坊主が使われて、要は普通の人がスピーカーをさ、スピーカーに触れるのってもうカラオケしかなかったじゃん。で、安いスピーカー入れるわけじゃん。機材安くしようって。で、カラオケの経営者が坊主音にこだわってちょっと高い。要は坊主とね、JBL って同じくらいのランクなんだけど、坊主入れたら圧倒的に音が良くなったから、だからカラオケにハマったっていうのがでかいと思うよ。うん。JBL はもう定番、ライブハウスは。定番中の定番。ライブハウスの音は一番いいっていうのも違う。なんでかっていうと、機材が良かったらいい音出るってわけじゃないから。これもずっと説明してるんだけど、高い音を、たらいい音にならないっていう。例えばさ、俺音響機材こだわって普通の配信者より音いいはずなの。明らかに音がいいの分かるでしょ。こう声とかバックミュージックとかで、じゃあ答えから言うと、例えばみんながいいって思ってるマイクってコンデンサーマイクって聞かない？よくここにさ、こうやってここら辺につけてる人いない？アームをつけてこうやって喋ってる人いるでしょ。で、あのマイク多分3万円から5万円ぐらいのやつ、稲子が使ってるマイクなんだけど、3万から5万円ぐらいすんのよ。あれよりもいい音しない？ともいらっしゃい。いい音するでしょ、俺の放送。で、3万円から5万円使ってるマイクなのに、なんで俺の方がいい音なのかっていうと、あ、優等生ちゃんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。俺のマイク2000円だよ。わかる？要は機材も使い方なのよ。で、さっき言ったけど、これ2000円のマイクだけど、こうやって撮ったら音すごい良くならない。要は機材が良ければいい音を作れるじゃないのよ。あくまでマイクのスペックだったりとか、機材のスペックを引き出せるかどうかの。で、コストパフォーマンスの問題で、どこをいじるかなのよ。びっくりするでしょ。だからこれは音響やってたから、音響やってたから。
要はマイクに3万かけるよりもオーディオインターフェースに1万6千円かけた方が音がいいっていうのを分かってたから、そういうこと、工夫次第の、うん、これなんだろう、ソニーだね、ソニーのピンマイク、ああで多分なんだけど、これをシェアのゴッパチとか、俺はオーディックスっていうメーカーが好きなんだけど、そこの MO3 っていうメーカーに変えるだけでさらに良くなるけど、多分そこの差は気づかない、みんなは。なんでかっていうと、デジタル処理してみんなのところに届くまで劣化しちゃうから。だから2000円のマイクで十分っていう判断だったら、ピンマイクで音を近づけて撮った方がいいっていう。だから高い機材イコールいいではないの、あくまで覚えておいてほしいのが。でじゃあみんなにとっていい音っていうので分かりやすく言うなら、イヤホンがいい音が出るわけがない。よくヘッドホンよりもイヤホンの方がいい音が出るよねって言ってる人は耳が腐ってる人。構造上絶対そんなことはありえないの。イヤホンの方がいい音が出るなんてことはありえないの。そう、これは覚えておいた方がいい。あ、フォローありがとうございます。皆さんフォローありがとう。シャンマンの音が悪すぎるっていうのは耳が腐ってる。シャンマンの放送よく聞いたらわかるけど、台所から喋る声が入ってるの、音いいんですよ。うん、シャンマン音悪くないはず。最近聞いてないからわかんないけど、配信会トップクラスに音響にこだわってる人だよ。そうだね、多分それだと思うよ、トム。 iPhone のイヤホンはコストパフォーマンスはいいとも言えるね。あれはすごい、あれ日本のメーカーなんだよ、 iPhone のイヤホンって、うん、髪型オールバックにしてるだけだよ。クミ、うん、さんいらっしゃい。でも多分なんだけど、俺とこのマイク使っても同じ音は出ません。マイクに多分直接 PC につなぐから。うん、だから同じ機材を買ってもダメなの。うん、外でヘッドホンはいい音出るよ。ヘッドホンは俺はオーディオテクニカ、俺はオーディオテクニカに、オーディオテクニカが好きな音なの。3万円台、3万円以下の中で、その最近ね、オーディオテクニカよくなくなってるんだよ、実を言うと。これね、リスナーさんからプレゼントしてもらったんだけど、びっくりしたのが、昔は下の音バンバン出たの。いや、DJ 用の音がすごく良かったんだけど、今ね、びっくりする。つけ心地もすごくフィットが良くて、クリアサウンドなの、すごい。オーディオテクニカのいいところっていうのが、これ、まさに DJ とか PA が使うやつで、こうやって使えるの。わかる？こうやってパカってやると、その外の音が聞こえるから、みんながライブハウスで聞いてる音とか会場で聞いてる音とパソコンの内部とかデジタル処理してる音をこうやって聞くの。だから DJ ってこうやって聞かない？こうやってやってるでしょ。これはその会場で聞いてる外の音とこっちの録音してる音を調整してんの、こうやって。わかる？こうやって。DJ こうやってるイメージない？いや、低音ガシガシのイメージあるでしょ。今ね、オーディオテクニカ全然違う。パフェありがとう。ジョージャクちゃんいつもありがとう。こだわってるっていうよりも、ほら、もともと仕事でやってたから。そう。あ、マイクオーディオテクニカなんですね。どうなんだろう。まあ、好みっすよね。オーディオテクニカのマイクってあんま聞いたことないな。ハイレゾわかんないな。ハイレゾわかんないわ、ハモさん。いや、その頃はね、もう現場離れちゃってたから。ごめん、正直わかんねえわ。じゃあ、家の中で安くいい音を聞くっていうので言ったら、マイクは、スピーカーが2つついてるでしょ。これをできるだけ話すだけでいいよ。
部屋の音を良くするっていう工夫ね。要は金かければいいじゃなくて、スピーカーはなるべく離してください。横に横に、多分ねパソコンのモニターの横ぐらいに置いてるでしょ。で座る位置を決めてください。でなるべく離すの、遠くにするので、できれば上から吊った方がいい。で向きを、座ってる自分の定位置を決めて、そっからこういう風にするだけでいい。でまっすぐこういう風にクロスする感じじゃなくて、ちょっと離す感じ、こことここに向けてこういう感じで対角線につけるといい。アナログミキサー持ってるんだったら使った方がいい。店でもだいたいそうじゃなくなってきてるよ。だいたいカラオケ店行くとわかるけど、後ろからになっちゃってる。今カラオケ店行ってごらん。前にモニターがあるのにカメラの横につけない。なんでかっていうと、ハウリングっていう問題があって、マイクの向きとスピーカーの位置を計算できてないの。本来はこっち側にマイク向けてモニター見るわけだから、前にスピーカー入れないといけないんだけど、最近はね後ろに入れちゃってるね。だからハウリングが起こりやすい。Bluetooth は絶対音良くならない、Bluetooth は絶対に音が良くならない。なんでかっていうと、その分かってる人はね、そのケーブルじゃないといい音が出ないっていう。だからその iPhone にそのコード刺さないのを反対した人っていっぱいいるでしょ。あれは構造上ケーブル使わないとダメ、有線じゃないといい音が出ないっていうことを分かってるからの、彼らが。だから Bluetooth の時点で劣化しちゃうのね。絶対にいい音は出ません。Bluetooth だったら何がいいっていうより。Bluetooth 使わない。いい音を聞くんだったら。そう、無線 LAN と有線 LAN と同じ原理だから。で、Bluetooth って極端に、その、なんつうんだろう、圧縮してるのね。Bluetooth は使わないのが普通。音にこだわるんだったら。そう、Bluetooth はもう音悪くて有名なの、企画として。だからどんなに高くていいデジタルだろうかなんだろう、オーディオを買うじゃん。再生装置をいいの買って、Bluetooth スピーカーで隣の部屋から流そうってやった時点でもうアウト。そう。で、ケーブルの邪魔を絶対取らないはず。オーディオを好きな人なら。絶対優先。っていうか、まずパソコンで再生しない。 YouTube の音源を再生しない。 YouTube の音っていうのは劣化してるから。 DJ ではないです、 PA です。僕は DJ よりも音には詳しい自信があるね。 DJ なんでかっていうと、 DJ の音を作るのが PA だから。 5.1 ちゃん多分ね使いこなせないと思うよ。5.1 ちゃんって簡単に言うと、2つでここまでこだわってたのに、それをスピーカー倍以上になるわけだから、それのコントロールってめちゃくちゃ難しいのよ。だから多分ね、普通の素人が聞き分けられるはずがないの。プロの音響屋さんでも超高度なテクニックになるのね。だからオーディオマニアでもね、 5.1 ちゃん嫌いっていう人多いと思うよ。にわかかよっつうか、その騙されてんぞっていう。要はスピーカー売りたいんだよ彼らは。要は高く売れるわけだから。いや映画見るためにっていうのは分かるんだけど、俺も映画で 5.1 は反対派の。こんばんは。なんでかっていうと、原理的にこれマイクが2つついてるの。耳ってマイク2つじゃん。で 5.1 発もいらないよ、左右から音が来るのしか聞き分けらんないんだから。で音の強弱っていうのは距離感なので、左右に振るのがパンの原理じゃん。右なのか左なのか、ただそれだけなんだ。はい、ワドツ初見さん、ぜひフォローしてください、よろしく。だから俺は原理的に右と左から音が来たら絶対に、そこを勝負するのが音響屋さんだから。 7.1 ちゃんとか、要はねスピーカーの数増やしても意味がないと思ってる俺は。臨場感なんだけど、そのね、だから原理を分かってないくてから騙されちゃうの。要はマイクがここにしかないわけじゃん。あのね、簡単に言うと 5.1 ちゃんって、あれ多分ね、映画屋さんってアフターレコーディングで使ってんのよ。だから疑似的な音だからリアリティがないのね。
これね、難しいんだよ。5.1 を説明すんの。録音の原理とかを理解してないといけないから、俺はね、5.1 音いいとは思わない。臨場感が出ると思わない。それを、限られた環境の中でどれだけ工夫して作ってるかっていう時代が好きだったから、要はリアリティなんてクソくらえっていう感じだよね。ソフトに 5.1 って何？臨場感が出てる気がしてんのよ。これはね、分かる人には分かるけど、分かんない人には分かんないと思う。なんでかっていうと、スピーカーの数が増えたからいい音が出るわけじゃないっていうの分かってるから、これなんて説明したらいいんだろうな。じゃあ OK、 分かった。前にスピーカー2発、後ろにスピーカー2発でしょ、確か。で、多分真正面にスピーカー1発が 5.1 ちゃんなのかな、ちょっとわかんないけど、後ろにスピーカー組んでるはずなんだけど、映画撮るときにこうやってカメラ向けて、右と左にマイクあるじゃん。後ろ撮る、映画監督がマイクを後ろに向けると思う。これをやってない限り臨場感ってないんだよ、そう、出口が増えるほど気になるから疲れるはずなの、本来。そうだから収録後に加工してるはずなの、多分。例えばホラー映画とかで後ろから歩いてる音を前に出すって言うんだけど、それはちょっと手抜きじゃねえかって考えちゃうの、俺は。これね、難しいんだよ。それは腕が良くなってるわけじゃなくて、2発のスピーカーでもできる表現なはずだったんだけど、いや、後ろからも音聞こえるんだけど、じゃあ俺が言ってること何なのかね、冬眠中さん。俺は分かってるんだよ。みんながいいと思い込まされてるものは理解してんの。じゃあ分かった。俺がなんで 5.1 ちゃん嫌いかっていう一つね、真ん中の席で聞くのと、一番後ろの席で違うのだと音が変わるはずなの。これが答えだよ。分かる？真ん中で聞く人だけしか、その臨場感得られないはずなの。で、一番後ろで聞いたらその感覚ってないはずなの。これ映画でダメでしょ。同じ1800円払ってるのに、最前列で聞く人と後ろから聞く人で音が全然違うんだよ。言ってる意味わかる？言ってる意味わかる？要は、ここに座ってる人だけしか味わえないようなんだよ。映画の席はまあど真ん中だろうね。俺は一番後ろに座るのが好きなんだけど、ど真ん中ですよ。なんでかっていうと、ど真ん中用に設計されてるから。だから映画監督ってど真ん中に座らせるでしょ。招待するとき、あそこが一番いい音だから。いや、調整はもちろん自分でするんだけど、多分ね、俺が言いたいことの真意を汲み取ってる人は多分ごく一部だと思う。そう。ね、佐藤さん多分分かってるよね。お父さんがオーディオマニアだから。俺が言ってる意味を理解してる人は多分ごく一部だと思う。本当に。ワドが言ってる意味分かるっていうのは、本当にいい環境で音を聞いたことある人しか分かんないはず。ちょっと難しいのよ、テクニカルの。例えばな、じゃあライブハウスで聞こうか。ライブハウスでイメージすると、じゃあライブハウスがなんで 5.1 ちゃんサラウンドでやんないかって言ったらさ、目の前で見てる音を真正面から音が流れるから整合性が合うわけじゃん。ドラムの音が後ろから聞こえてくるってどういうことかっていうと、ボーカルの位置で聞いてるの。言ってる意味わかる？これは理解しやすいはず。後ろからドラムの音が流れてきた感覚っていうのが、リアリティがあるってことは、それボーカルの目線で聞いてるんだよ。言ってる意味わかる？おかしいでしょ。言ってる意味わかりました？これで。だから映画とかだとそれは有効かもしれないけど、それでも俺は嫌いだね。
食感っていうよりもね、そのいい音っていうのが何を指すのかっていう問題で、しかも耳って例えばドラムとベースとギターの音を聞き分けられないのが一般的に普通なんですよで周波数って何のことか分かんないはずなの、うん、ちょっと難しい話になってきましたね。だからそのみんなが言う受け手の音と作り手の音の良さっていうのは絶対ズレがあるはず。俺あくまで作り手の方だから。あー風船ありがとうムンムン丸さん。あ、車の中の音響は実はいいかもしれないけど悪くないんだよ。なんでかっていうと運転手ともう限られてるから席数がだけどね、あの限界はあるよ。なんでかというとこもるから、密閉空間だから。でもね車いいと思うな、そのクッションとかが多いから、うん、車高級車はね悪くないはずだよ。音は環境を作りやすい。なんでかっていうと環境が限定されてるから。だけど PA いらないってことだからね。いいのがあった。あ、すげえわかりやすいのがあった。すげえわかりやすいのがあった。オッケー、オッケー、オッケー。すっごいわかりやすい例えがあった。車の中の音で音にこだわってる人かどうかテストする方法ね。一人で車を運転してる時に聞いてる音と、4人乗った時に、人が4人乗って満席になった時に音の違いがわかるやつっていうのが音の造形の深いやつ。これが一番多分分かりやすいと思う、みんなにとって。要は一人で音に車に乗ってる時に聞く音と4人乗った時に設定を変えるやつがいたら俺はオーディオマニアっつうかプロだと思う。これの意味は絶対分かるはずなの、オーディオに造形のある人とか音響やってる人だったら。どう思う？これ正解じゃない？これの言ってる意味が分かんなかったら音に対して何の知識もない。これが多分分かりやすい、うん、まさに分かりやすい例え、そう。っていうのが PA の音。俺の仕事だったのね。音を作るっていう仕事。でね、車のいいところっていうのはね、車自体を楽器に変えられるから。俺ねこれね分かる人には分かると思うんだけど、俺が作りたかったライブハウスってスピーカーを地面に埋めたかったの、ウーファーを。すっごい賢くない？
いや、床自体をウーファーにしちゃおうと思ったの。それが俺の最終形のライブハウスの作りだったね。天井からツイーカーをぶち込んで、天井からハイの音出して、ウーファーをもう地面に埋め込んで、下から斜めから上に出すっていう。体育会系じゃないですね、関東は。そう。それの構造を言った時に、オーナーに、その、解体をしないといけないからやめてくれって言われたんです。1ヶ月営業。客は飛ばない？客は飛ばんのってどういうこと？風圧で飛ばない飛ばない。あ、でも鼓膜を破って殺すことぐらいは簡単にできるよ。うちのライブハウスは部屋の中に密閉してる全員の鼓膜を一瞬で破って殺すことはできるぐらいの音圧は出せるようにしてる。パーンって鼓膜破れてみんなが耳からピシッつってバタって倒れるっていうぐらいのことはできます。設定間違えるとそうなる。リバーブを地面に埋めてる。へえ。キリがないよ。もう本当に音響は。ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、オリジナルのアイディアだと思ってたけど、違うんだ。やってる人はいるんだね。俺は自分ではない頭で考えて、他のライブハウスとどうやって差をつけるかって言った時に、バスドラの音を下から出したいなと思ったの。その方が絶対臨場感あるし、上がると思ったから、レイブの時に。うん。オリジナルじゃないんだね。成田じゃない。ちょっとね、あんまり言いたくない。もう潰れてる。もう潰れてる。とっくに。マッキントッシュだって未だに売れてない。だけどマッキントッシュのスピーカー、あのアンプって2000万とかそういうレベルでしょ。買えないでしょ庶民が。マッキントッシュって2000万ぐらいするよね確か。ていうか俺はマッキントッシュのアナログアンプ聞き分ける自信がない。正直言うとそのね、2000万3000万とかいうレベルはもうすげえで終わりだよ。普及版で250万か。っていうかそれを使いこなせる部屋があると思えないよね。いやだからもうレベルが違うんだよ。レベルが多分その環境で聞くと1曲聴くのに100円電気代がかかるとかそういうレベルだと思うよ。そのスペックを使いこなすのって要はフェラーリみたいなもんだから、あので電気がすげえかかるから1曲聴くのに100円200円かかるレベルじゃないの。お店でも採算合わないでしょ。無理だよね。防音でもこもるでしょ多分。だからそう金持ちの道楽と貸しちゃってると思うよ。まあ、多分専属の PA がついて部屋の間取りと家具とか全部調べてちゃんとスピーカー配置してとか床に絨毯を引くのか引かないのかとかそういうところまで計算しないとダメだからめちゃめちゃ金かかる。もう要は富豪で部屋の中を店を作るぐらいの設計のレベルだから多分分かってないで税金対策で買ってるんじゃないの。真空管は温めないとそのあ温めれば温めるほどスピードが速いのよ。だから真空管使うのね。ギタリストとかがだから温めないと使えないの。熱をこもらってキンキンにすると真空管がパンって飛ぶのよ。音がスピードがめちゃめちゃアタック。だから
これはそのトマベジヒデトのオーディオのギターの話で面白かったんだけど、チャーが弾いたらしいんだよ。トマベジヒデトの環境でチャーが弾いたら自分が弾くよりも早く音が聞こえてくるから気持ち悪いって言ったらしいよ。これ多分ね、意味が分かんないと思うけど、その音って遅れて聞こえてくるはずなの、弾いた後に。その0コンマ何秒の世界がずれるんだって。だからチャーの感覚で言うと、自分が弾くよりも前に音が飛んでくるから意味が分かんないっつって気持ち悪いって言ったらしいよ。それくらいトマベチヒデトはその速い音にこだわってるらしいね。メサブギーいいっすね。うん、僕もメサブギー大好きですね。オーディオルームの設計士とかちゃんといるだろうね、多分そのクラスだと。だからその実はそのバックミュージックをなぜかけてるのかっていうのが、俺の音がハイの音が強すぎるの。例えば音楽切ってみるとわかるけど、俺の音って耳障りだと思わない？要はね、ちょっと聞き取りづらいっていうか、聞き取りやすい音の周波数帯ではあると思うんだけど、尖りすぎてるのわかる？不快感があるでしょ、少し。だから俺がマイクの音を作るときって、下の音とハイの音をカットして下の音をちょっと強めに出すのね。でこれだと多分その耳障りっていうかキーキー声に聞こえるでしょ。だからその下の音、ベース音とドラムの音が強調されてる下の音でマイルドにさせてんの。自分の声の質の持ってない周波数帯を混ぜてマイルドにしてんの分かる？あ、見た、トマベジのオーディオルーム。こうやってね、やるとね、混ざってね、なんか心地よくなるんだよね。いや、奥っすよ、もう。ていうか、それを、なんか自分の部屋だけで聞くっていうのはもったいないよね。本当のオーディオマニアとかだと、家ごと建てるっていうもんね。でもね、おすすめなのはね、ライブハウスレベルでいいなと思ったのが、今わかんないよ。PA の腕がダメになってるかもしれないから。松田のプレイハウスっていうライブハウス聞いた時に天才だって思った、俺は。自分がね、勉強しにライブハウスで PA さんの勉強してる時にいろんなライブハウス行ったんだけど、そこでもうライブハウス規模で天才 PA って言ったのは松田だったね、俺の中で。プレイハウスっていう、松田プレイハウスっていうライブハウスがすごいので、何がすごいかっていうと、上から音通してんのよ。要はね、2階と1階が抜けてるの。だから上に楽屋があって、楽屋からステージでバックから回ってくるのよ。で音が幻想的に聞こえるから、これ何なんだろうと思ったら、天然リバーブなのよ。バラードとかもすごいし、上から抜けてくるんだよね。あれはもうね、完全に計算されて作ってるね。プレイハウスは音いいよ。プレイハウス、ある方がいいでしょ、もやさん。だから計算して作ってるんだよね、自分が好きなその環境っていうのを。特にあと無言の間が持つっていうのがでかいかな。コメントを待つ時間が退屈にならないっていう。で今考えてるのは、カメラをもう2発買おうと思ってんの。カメラをもう2発だけでやるだけでね、多分だいぶいい放送、まあこのスタジオがだいぶ生きてくるかなと思ってて、まあ部屋片付かないとダメなんだけどね。だから 5.1 ちゃんだからいいっていうわけじゃないんだよね。っていうか、もうなんつうの、スペックオーバーになるのが分かってるから。
あ、渋谷のウーム行ったことないな。だからね、そう、なんで俺がね、クラブとかが苦手なのかっていうと、クラブってね、極端な音しか出せないんだよ。本当にその勉強した音じゃなくて、その、なんつうんだろうな。俺の中ではクラブミュージックって呼ばれてるものって、なんだろう、ドラッグみたいに聞こえるの。要は本当にいい音を、要はね、環境音、小鳥のさえずりとかを再現できて初めて本当にいい音なの。それで、それができて遊ぶならわかるけど、クラブミュージックって要は極端にウーファーの音を上げたりとかするから、あんまり俺はなんかこう、なんつうの、スナック菓子みたいな、フレンチじゃないんだよね。そう、要はそのハイになるためだけとか、そういう作り方してるから、その緩急がないんだよ俺の中からすると。緩急がない、だただうるさいだけに聞こえちゃうの、耳がいい人からすると。クラオタが語るオーディオの話、いやだってウーファーの音と、ウーファーの音でしょ彼らが言ってんの。超音いいっつっても下の音だけじゃん。うん、まあでも分かってくれる人が多くて嬉しいよ俺は。今日の話、でも最終形は耳だからね。耳。ゆうさん風船ありがとう。あ、もしよかったらお気持ちだけでいいんでアイテムお願いします。本当に風船とかでも本当大歓迎なんで、もしよかったらこの放送あの支えてください。アイテムお願いします。そうそうそう、要はね、スピーカーを高いの買うだけじゃないよっていう。そう、あの庶民の環境でも全然音が良くなるっていう。バガーありがとう。トッポギさんありがとう。難しいよ、耳を鍛えるっていう概念がないもんね多分ね。メガホンもありがたいよ。ちょっとやってみようか。コンプレッサーっていうのかけてみようか、音に。あ、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 声変わったのわかる？声変わったのわかる？これがデジタル処理された音だね。違和感あるでしょ？こもってるでしょ？わかる？こもってるのわかります？これを、例えば、ローの音とかを出していくと、こういう音の表現とかができるんですよ。で、今ノイズがすごい走ってるけど、耳障りなの分かる？アタックの音が。アタックって言っても分かんないかもしんないけど、聞き取りづらいでしょ。こういう風にその声だけでも周波数帯が、そのどこが強い人とかどこが弱い人とかってあるのね。分かるかな。今だいぶいじってるんだけど、で俺の声の今抜いた部分っていうのが耳障りになってる音なのね。極端に抜くとこういう風になる。ちょっと待ってね。あ、あ、こうやってやると音が痛いでしょ。なんかスピーカーで聞いてる人っていうか、イヤホンで聞いてる人は嫌だっていう、耳障りでしょ。だからね、俺はこういう声だとイケボって言われてるジャンルになると思うのね。あの低音の音が強くて、あの聞き取りやすくなってるはずなんだよね。少しわかる。だから同じ声を使ったとしても、その雰囲気っていうのは変えられるんだよね。あ、あ、あ、テーステーステース、あ、あ、あ、テーステーステース、ちょっと待ってね。あ、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 だいぶ印象変わるでしょ。だ、これがあのリバーブかけてる状態なんだけど、これを
ちょっと変わったの分かる？部屋を狭くしたんだよ今。あ部屋が狭くなったの分かる？あこれだとあのライブハウスぐらいの反響音で、ホールぐらいの大きさにすると、あ残響音が残るでしょ。あっていう風にそのエフェクトの使い方とかもだいぶ変わるんだよね。メガホンありがとう。剣棒風船ありがとう。そう、あの広ければ広いほどいい。スピーカーは離せば離すほどいい。極端な話だ、部屋の角と角に置くぐらいがちょうどいいよ。トバスさんありがとう。だからそのバンドやってる人たち、バンドやってて悲しかったのがさ、女の子がベースの音いいねとかさ、すごい下の音が出てるとか知ったかぶる女の子っているのよ、ライブハウスに通ってる女の子で。で実際そういう女の子とか捕まえて、あの楽屋とかでさ、楽屋つうかそのスタジオリハの時とかにこの音どう思うって聞くと、もう的外れなこと言うの、知ったかぶってるような女の子が。で実際聞かせてあげたりすんのよ。えこの音聞けてるっつって、わざとベースの音とか強調して聞かせると分かってなかったりすんの。そういういじめをやってたね、うん、儲からないと思うよ、うん、ありがとう花火ありがとう。おやすみなさい。明日も仕事頑張ってね。おやすみ。儲からないでしょ音響とかはこんなの儲かるわけないもんね。いくらいい音作っても誰にも評価されないよ。音ってそういうもんよ。そうっすね、そうっすね。でもたまにあのボーカルのレコーディングを洞窟の中でやってるやつとかいるの、たまに面白いことやるやつがいて、何この天然リバーブみたいな。それ調べたらボーカルが自分が気に入った洞窟を見つけて洞窟でレコーディングしましたとかあるのよ、たまに狂ってるよね。そうだから、その擬似的なさパターンっていうか、そのデジタルで絶対処理できなくて、なんか聞いたことないリバーブとかかかる人とかいるんだよ。これ狂ってるなとか思う。例えばその病句とかさ、あの自分の手術した音とかをレコーディングして、でその音をそのデジタルでアフターレコーディング、あの音を追加して遊ぶとか、そういう音遊びする人はかっこいいなと思うよ。あとリンキンパークってさ、バンド知ってるでしょ。リンキンパークのギターの音ってパワーコード弾いてるだけなのにすっごい重厚感出るの分かる？すっごい重厚感出るの。あれなんでかっていうと、あれ狂ってて、なんだっけなすげえ面白いことやってんだよね。ギターのマーシャルの音をマーシャルで弾いてる、マーシャルかメサブギーかどっちか忘れたんだけど、メサで出した音あるじゃん、それをマイクで拾って、で中で音を作ってマーシャルで出してるとか、そういうことをやってんだよ。アホでしょ。でそれが PA が処理するみたいな。俺ね、でもライブハウスやってて思ったのが、リバーブスイッチとかはボーカルのところでやった方がいいのにって思ってた。 PA に任せないで、そのカラオケみたいにつまみを用意しといて、マイクにね、でボーカルアンプ、ボーカルのさエフェクター用意してあげて、ここのつまみ回すと、ここのボタンを押すとリバーブかかるよとかやってあげた方が絶対バンドにとっていいんだろうなとは思ってたんだよね、リバーブぐらいだったら。なんであれライブハウスやらないんだろう。
ボリュームぐらいさ、中音のボリュームぐらいいじらせてあげたらいいのにと思ってたんだよ。初見さんいらっしゃい。あ、多分ね、配信会で一番音いいの僕だと思いますよ。機材に金かけてるレベルで言ったら上から10番目ぐらいだと思うけど、音に対してはね、音に対しては10番目ぐらいの金のかけ方だと思うけど、音作りに関しては多分他のやつらじゃできない。俺より高いね、音響機材使ってるやつは5万といると思うけど、音に関する知識が他の人はないから。だから多分音質で言ったら他のところよりも異常にいいと思う。聞きやすいでしょ、音は。だから悲しいかな、それをみんな iPhone で聞いてるっていうね。すごい悲しいのが、その音がいい、音がいいって言ってるみんなが iPhone で聞いてるから、 iPhone のスペックに収めないといけないっていうこの苦悩。それで iPhone で聞いててこんだけ差があるっていうことは、他の配信者は勉強不足だよね。ありがとうございます、タバスさん。だから本当はドラム、この前、例えばさ、ドラム叩いてきたんだけど、本当はドラムを音をちゃんと作って、ボーカルっていうか、喋るマイク立てて、で、音をミックスして配信やりたいぐらいの。そしたらみんながドラム上手いっていうはずなんだよ。全く同じの叩いて。ドラム上手くないんだけど、結局音質が変わると技術が高くなるって思ってるんだよね、みんなは。だからね、そこの上手さっていうのがあるよ。PA の見せどころっていうか。それでも、即興で生放送でドラム叩いた中では、かなり、音良かったはずなの。これ、今と同じ環境よ。これ今と同じ環境でやってるんだけど、それでこんだけ出してるんだったらいいでしょ？これ、胸元についてる今のマイクで拾ってんだよ。すごくない？これをさ、ほら、タムとかにドラム入ってないでしょ？シンバルとかにマイク入ってないでしょ？全部。だからそれも計算してやってんのよ。だから音の知識が増えると、こういう風にできる。これアフターレコーディングじゃないよ。即興でやってんだよ。即興でその場でヘッドホンで聞いた音で作ってんの。いいでしょ。ただ俺的にはやっぱここのハイハットの音を強く拾いすぎてんだよね。タムの音を拾ってないよね。タムとかの音とかバスドラの音が弱い。イコライジングかけてないっすよ。要はマイクの向きだけで調整してんの。マイクの位置とパソコンの位置とボリュームのだけでやってんの。だからイコライザーいじれたりとか加工ができてない。加工をやらなくても、ちゃんと音響を理解してたらこういうことができるよって。そう、向きだけ。以上。多分ね、普通の配信者がスタジオ配信やっちゃうと、うるさすぎて音聞こえないってなると思うの。何これっていうガッチャガチャの音になる。だから、部屋で V ドラム叩いて、部屋でエレキギターは聞けるんだけど、スタジオで配信やってる配信者いてごらん。編集は俺だよ。いや、編集っつっても繋いだだけだけど、これは。だからカラオケ配信とか、スタジオ配信は、配信ね、多分ね、閲覧下がると思う。
一曲通してるっていうか、この前生放送でやったけど、もたりまくってたよ。タイムシフトにあんじゃないの？ちょっと待って、探してみようか。ちょっと待ってね、探してみるね。妹さん、まだ YouTube アップロードされてないね。まだされてない。いや、スネアのアフターじゃなくて、もたってるだけです。 カムさんね、スネあれはスネアのアフターじゃなくて、スネアがもたってるだけです、あれ。 要は俺が練習してないからタイトに叩けてないだけで、それよく言い過ぎ。アフターで叩いてるワード技術あるねじゃないから、もたってるだけ。タイムシフトにありますね。タイムシフトにあります。違います。もたってるだけです。要は BPM のキープができてないだけ。ゴーストノートをしたんじゃなくて、とちっただけです、僕は。FF を叩いたじゃん、この前。ただ初見プレイだと無理だよ。なんかね、ドゥ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 ってやつでしょ。あれかっこよかったね。ただプレイヤーとしては俺ポンコツだから、本当にポンコツ。もう失笑レベルだよ。ただ音作ることに関しては、多分スタッフ裏方みたいなことさせたら相当うまいと思うよ。俺はこの体で今までやってきたんだよ。自分をよく見せようなんて思ってないよ。ハゲはハゲで生きるんだよ。なんで髪の毛増やさないといけないんだよ。俺はそういうのかっこ悪いと思ってるから。ハゲでもデブでもかっこいいやつはかっこいいんだよ。髪の毛が増えたらモテるとか、そういうふうに俺は考えてないから。サソリンは機材にも遊ばれてるタイプだね。要は金持ってて、機材にバンバン金かけるけど、使いこなせてないっていう印象。要は典型的なそのオタク気質っていうか、コレクターだね、俺からすると。機材は大手、機材は大手って言ってるけど、あんだけの機材俺が持ってたら、もっと面白い配信できるの。もったいない、サソリンは。要は機材に遊ばれてるっていうか、スペック引き出してないね。そう、な、サソリンの方が金かけてるよ、間違いなく。俺の多分、俺じゃ聞かないだろうね。300万とか400万かけてるだろうから、トータルすると。それであれしか使いこなせてないっていうのは、要は機材持ってる意味がないよね。道具を使いこなせてないんだもん。だから画質も綺麗でしょ。でもあれだよ、これ640の640の360だから、画質すごい低いんだよ。俺が機材100万クラスの機材やったら、とんでもなく面白い配信できるよ。もったいない。いや、機材高いもの持ってたらいい放送ができると思ったら大間違いだよね。そう、限られた環境の中でどれだけコンピューターとかのスペックとアイディアで勝負するかっていうのが、俺は勝負だと思ってるね。あ、唐揚げソングレコーディングやる？ いいよ。唐揚げソングをちゃんと CD とか音源に YouTube にアップするとかできるよ。
唐揚げ大好きってやつでしょ。できるできる。ギターとベース入れてね。ちゃんとやってあげるよ。多分俺がやったらメロコアアレンジになるけど。うん。水曜どうでしょうとか電波少年とかまさにハンディ1本と編集と演者が本気になるっていうので勝負したから。あれはプロデューサーの力だよね。予算、ていうか予算かけない方が面白い番組できたりするよ。まあ予算がないとできない番組ってあるけど、人に使うべきだと思うね。機材とかじゃなくて。中野ブロードウェイでまた無駄なもん買っちゃったよ。またごめんリスナーさん、また無駄なもん買っちゃったよ。でもこれは買うでしょ。これは買っちゃうでしょ。見つけちゃったよ。これは買うでしょ。これ許してくれるよね、和道リスナーだったら。こんなのがさ、売られてたらさ、買うでしょ。これは我が家に来ないとダメだってなっちゃって。キラーマシンがこちらを見ている。仲間にしますか。これ買うでしょ、みんな。わかるでしょ、和道リスナーなら。これはさ、部屋のどっかに置いとくべきでしょ。すげえ、ね、また無駄なもん買ってるって自分で思ったけど。これは買うよね。いや、どこに置くのかとか考えてないから、ちょっと、後悔してるんだけど、これだって一生手に入らないかもしんないんだよ。ちょっと開けるわ。いや、そりゃそうなんだけど、わかるけど。うわ、いいじゃん、うわ、いいじゃん。うわ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。でかいよ、思ってたより。よくない？これはいいわ。これはいいね。これは買いだったわ。どう？みんな。これわかるっしょ？俺悪くないよね。あ、これはいい。あ、これは安かった。うわ、いいね。これは買いだったわ。これ800円。これ800円、800円。いいね、キラーマシン。あ、これはいい。800円でこれはいいっすよ。あー、ダメだな、でも。ちょっと作りが甘いわ。でもまあ、800円だったらいいよね。でかいね。あれ、入らねえな。うん、こっちだな。いや、800円いいでしょ？中野ブロードウェイで見つけちゃったよ、俺。まあでも、ちょっと作りはやっぱ800円だね。いや、これは男の子のロマンだから、これを800円で見つけて、買わないやつは、和道リスナーじゃないでしょ。ああ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。あ、いいんじゃね、いいんじゃね。いや、これいいでしょ。こっちを見ていたの。中野ブロードウェイ。あ、いいね。いいね。いや、これ買いでしょ。ちょっと作りがね、甘い。中国製のあれだから、UFO キャッチャーの景品なんだろうけど、これは部屋にあったらさ、ビビるでしょ。これは仲間にしないとね。この辺にね。この辺にいたらテンション上がるでしょ、これ。いや、キラーマシンだよ、キラーマシン。うん、ちょっとやっぱおもちゃだな。おもちゃだけど。いいよね。やっぱキラーマシンに対する絶望感。だって勇者を倒すためだけに設計されたマシンだよ。で、やっぱ1と2、キラーマシン1、2の造形がいいね。1がいいね、1が。かっこいいね、キラーマシン。キラーマシンっていう名前の響きがもういいもんね。キラーマシンだよ。キラーマシンだよ。キラーマシンだよ、みんな。こ
殺すためのマシンだよ。いいわ、どこ置こう。もういらない。もうすでにいらない。どうしよう、もう満足。神棚作んないと。ヤフオクいくらで売られてた？これ800円でいっぱいあったよ。中野ブロードウェイに800円で腐るほど売られてたよ。でもすぐこういうものはすぐさプレミアついて手に入んなくなるから、これは買わないとと思って。転売すればいいんだ、儲けたい人は。黙祷は自分の中でやりましたね、うん、あ、放送この枠ではやってないですね、黙祷は。あ、そうなんだ、ゴーレムもあんの。いや俺はキラーマシンだな、ゴーレムはいらない。ゴーレムにあんま思い入れないっていうか、多分ねゴーレムはワンツーとかやってる人だと思うんだよね。あんまりなんかそのタイトルに入れたりネタにする気分になれないな、うん、まあ質問が来たら答えるけどね、配信者だから。でもなんか自分からそのなんかなんつうんだろうねえ、昨日なんかみんなネタにしてたもんね。ちょっと俺はあんま好きじゃねえそういうの、うん。あと311のことも含めてね、竹本と地震が重なったからね。いや分かんないけど、うん、まあ相場なんじゃない800円は。竹うーん、でもまあなんだろうな、うん、なんかそのなんだろう、難しいよな、寂しいよ俺は、うん、普通に竹本がいなくなったのね、寂しい。あー四国なんだ、え四国だっけ竹本、一回会ってみたかったな、会おうななんて言ってたんだけどな、ニコ生の頃から絡んでたから、うん、会ったことはないんだけど。竹本のチェンソーのネタとか知ってるやつ何人ぐらいいるんだろうな。ありがとう花火ありがとう。まあリスナーさんがさびっくりだと思うよ。おおこんばんは、おはよう、コメント書いてよ、うん、あーどうなんだろうね、俺運がいいんだよね、香川だ、俺運がいいの本当に。なんかそういう星ってあると思ってて、なんかね今ね徹夜っていうアニメを見てるんだけど、あの坊州さんが言ってる意味って配信者にも通用する世界だなと思ってて、運と力があるって言ってて、坊州さん運のことをよく言うんだけど、俺運強いんだよ、うん、で持って生まれたものっていうかね、強運っていうのはあると思うね、うん、
とにかくあとね、運にも種類があるんだけど、俺は人にすごく恵まれてるね。人になんかこう愛されて、人に救われて、人に生かされてっていうのが俺の人生だから、うん、ありがとう、待ってるね、ありがとうね。ねえ、俺も2週間前に電話してさ、電話かかってきて、竹本から配信外で、でてめえ俺のことごちゃごちゃ言ってるらしいなとか言って、いやお前なんか話題に出すわけねえじゃんつって、おちょくって、なんだとリスナーが言ってるぞって。だからリスワン撮った時だと思うんだけど、竹本がお前俺のことごちゃごちゃ言ってるやろとか言って、言ってねえわザーコつっておめえなんか話題にも出てねえよつって、人気ねえじゃんお前とか言って、すげえおちょくったのよ。でそのすぐ後でしょ、いやなんかあんのだから、竹本から電話かかってくるってすげえ珍しかったから、なんかあったのかもね。あれが最後の電話だったね。いやまあまあ死ぬ時は死ぬよ、うん、気をつけるけど、俺もみんなも死ぬんだよ。でもなんだろう、うん、寂しいね。俺が死んだらみんないじくり倒してね。あることないこと全部頼むよ、うん、いじくり倒してほしいわ。おい、アグリに出したい。お、新大久保時代の放送で救われてる？あー、なんだろうな、新大久保。いやだからさ、韓国の人を叩くアホがいるじゃん。なんかその在日韓国人の人を叩く人とかいて、いや俺はそれ頭に来てて、いや生で見ろよって思って、じゃあ行くわっつって行ったら、みんなよくしてくれんだよ。でみんなに聞いたの、日本好きって、大好きって言うんだよ。これがそのね、在日韓国人の生の声でさ、これを映せよっていうか、これ見てからそれでこの人たちに言えんのと思って、いや日本いい国ってみんな言うんだよね。うん、あ、和服着てた時かな、うん、レベルマックスまで過去億万長者、
まだまだ死ねない。あ、どうだろうな。いや、億万長者なりてえけど、そんなに優先順位高くねえぞ。いや、俺がね、言ってんのね、多分ね、意味を分かって、古いリスナーは俺が言ってる意味分かってるんだけど、俺、金が欲しいわけじゃねえんだよ。金が欲しいわけじゃなくて、あのね、ルフィは海賊王になりたいっていうのはよくわかんの。海賊王になりたいわけで、別に億万長者になりたいわけじゃないの。俺は一個の例えで億万長者って言ったけど、金だけじゃねえかんなっていう。金だけじゃなくて、なんつうの、配信で稼ぎたいの。配信で億稼ぐっていうのが俺にとっての伝説なのよ。配信界を変えてやりたいって、そういう気持ちの意味で言ったんだけどね。だから、その配信外で別に稼ごうと思ったら稼げると思うんだよ、億なんて。余裕で。ただ、配信で稼ぎたいんだよね、配信が好きだから。だから、みんなからアイテムもらいてんだよ、俺。夢叶えたいっつうか。それがね、なんか配信好きな人たちの、なんか、でっかい後継者作ることになると思うんだよね。中卒で、片親で精神障害で、資格も持ってなければ、職歴もぐちゃぐちゃ、前科三犯、寄り目。何にも持ってない男が何かをつかむって面白いと思うんだよね、すごく。そう、何にも持ってない俺じゃないとできないんだよね。そう、何にも持ってないやつに何かを証明したいんだよね。気合だけでどうにもでもなるぞって、この世の中っていう。そう、諦めんなよっていう。俺はそういう人間が好きなんだよね。そう、いくらでも俺には、俺はダメだ、俺はダメだって言い訳することなんか誰にでもできるから。いや、生で見てたらね、半日間なんかなくなるよね。いや、俺はね、正直言うよ。韓国人が悪いんじゃなくて、俺、韓国の政府は悪いと思ってんの。正直。日本も、まあ、政治あんまり良くないと思ってるけど、韓国政府が悪いのと、韓国人が悪いのを、日本人ごっちゃにしてると思うんだよな。希望を持てる未来をとか、そういうことじゃなくて、どうにでもなるっていうか。ラプソディさんいらっしゃい、こんばんは。なんか、気持ち次第で変えられる部分と、気持ちじゃ変えられない部分ってあるんだけど、なんかね、その、諦めんなっつうのかな。なんか、年齢とか、その環境とかに左右されるんだったら、生まれてきた意味がねえっていうか、生まれてきた意味がねえだろうっていう。そう、何かを俺らは勝ち取るために生まれてきたわけだから、そう、持ってない才能で勝負するしかないんだよ。そう、雑草魂っつうのかな。でもね、雑草魂って言葉好きだったんだけど、あんまり使わないけど、好きな言葉の一つだけど、俺、昭和天皇、なんだっけ、今上天皇だっけ、今上天皇だっけ、天皇陛下の言葉、昭和天皇か、昭和天皇の言葉ですごい言葉があって、雑草なんていう植物は存在しないっていう言葉があるんだよ。すごくない？確か昭和天皇だと思うけど、雑草なんて植物は存在しないっていうのがすげえかっこよくて。そうそうそう。弱いものが弱いものを叩いても意味ないよね。いや、広い層とか多くの人に知ってもらいたいなんて思ってないよ。そうじゃなくて、俺ら手の届くところ240人に常に訴えてるだけだよ。俺らじゃん、重要なのは。俺らの人生どうするかだから。昭和天皇のお言葉か。いや、すげえなと思って。雑草なんて植物は存在しないって。ああ、ちょっとよくわかんないんだけど、なんか響いたんだよね。俺、頭悪いからさ、ちょっと意味とか経緯とかよくわかってなかったんだけど、なんか響いたんだよね。多分人間も同じなんじゃないかなと思って。雑草とかね、人間も一緒なんじゃない？そう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 。
ライラが低学歴叩いてたね。俺にも直接言ってきたよ。あんた学歴ないじゃんって。まあないからな。ないから叩けばっていう、叩かせてあげればいいんじゃないの。なんか考えさせられたよね。雑草とか、雑草なんて植物はねえっていう。俺ね、なんかうまくいってるやつが人のこと叩くとは思えないんだよね。その人生が豊かで、心が豊かで、生き方が豊かで、人のこと叩いてるやつ見たことねえんだよ。人のこと叩くやつってコンプレックスの塊なイメージあるから、なんかもったいねえなと思うんだよね。ライラ今ラブホにいんだ。いや、学歴はあった方がいいんじゃない？俺はあった方がいいと思うけど。まあでも俺は学校行かないっていう選択を自分でしたからな。それを否定されてもなっていう。まあ学校には行ってみたいよね。大学とかね。なんか勉強すること自体はすごくいいことだから、尊いことだから。俺はだから学歴否定されてもな、まあ学歴ねえのは本当だからな、しか言うことねえよ。どうなんだろうね、解釈。俺はそういうふうなニュアンスもあるんじゃないかなと思ったけど、わかんねえな、真意は。中身のある配信とかじゃないんでしょ。なんかね、俺配信者って何を語るかじゃなくて、どういう生き方してるかだと思ってて。なんか歌がうまいとか絵がうまいとか配信の喋りがうまいとか、あんま本質的じゃないと思ってて、かっこいいやつは何やってもかっこいいでしょ。いや、やり方じゃなくてあり方だろ。キャンパスライフに対する、俺大学チャンスがあったら行きたいね。そうだね、もっこりさん。いや、もう日付変わってねえか。いや、在特会の桜井とか囲ってるやつ頭おかしいだろう。ただのあいつは霊失踪だと思うよ。俺は桜井さんの言ってることは俺は何一つ理解できないし、あの人はただの差別主義者にしか見えねえな。とてもじゃないけど日本よくしようなんていう志の高いもんじゃないよ、あれは。俺個人の考えだよ。もっこりさんには別に言わないよ、それは。そうだろうって意見求めないけど。まあみんなが自由に思っていいけど、俺は少なくとも桜井は尊敬できない。わかんねえけど。いや、本気でやってんじゃないの？なんか恨みは恨みしか買わねえぞっていう。そうそう。コッペが配信に人が来ない、アイテムもらえないってブチ切れてた。その程度なんじゃないの。リスナーと向き合ってこなかったのが自分に跳ね返ってきてるんでしょ。まあ一貫はしてるけどね。 ただまあ彼のその思想を言ってることは何一つ理解できないな。どうなんだろうな。人間はみんなエゴイストなんじゃないかな。だからまあ、
橋本さんが抱えてる人数とさ、橋本さんが背負ってる人数と桜井さんが背負ってる人数に差ができるっていうのはそういうことだと思うけど、別に彼の思想が気に入らないだけで、彼は活動家としてちゃんと一貫してぶれないでやってるところはすごいなとは思うよ。ただまあ受け入れるつもりはないね、うん、行動力もなんつうのポジションも変えないのは素晴らしいと思うけど、ただまあ彼の考え方は受け入れるつもりはない俺は。てか、うん、桜井さんよりも桜井さんに群がってる人の方が嫌だな俺は。まあこんなこと言うとね、左扱いされるけど、左も右もねえだろ。日本人が1億ね3000万人いて、左と右だけで短絡的に語れる思想じゃないと思うけどな。いや、バックボーンがいいんじゃないの、わかんねえけど。分かんない、なんかあるんじゃ。俺はよく分かんねえな。曲、いやでも経済政策とかリベラルだと思うけどね。いや、アナーキストでしょ。俺が極右かな、俺どうだろう。あんま右も左もないと思うけど。トレさんから電話かかってきたよ、うん、さっきも状況説明したけど今日電話かかってきたよ、うん、トレさんから。状況知ってるね。いや、竹本みたいにならないでくれて、ただ喉やられてるだけだからな。ちょっと配信離れたからもう2週間経ってるから長いよな。どうだろうね、あんまり政治は分かんないけど、うん、でもまあ俺は何だろう、日本っていうのはもう70年ぐらい前に亡くなった国だと思ってるからな、うん、最後のチャンスなんじゃないの、日本っていう国を作り直す。俺はアメリカに行った時自分の愚かさにびっくりしたけどね、俺日本人だと思ってなかったわっていうのに気づけたのがでかかったよ、アメリカにホームステイした時。エアフィルターって何？ハモさんいらっしゃい。潜在的に西洋人だと思ってたっていうのに気づけたっていうのはすごくでかい体験だったな。いや、本当かどうかは分かんないよ、うん、本当かどうか分かんないけど、うん、多分本当なんじゃねえかな。俺もだからね、ちゃんと自分で考えたいと思ったから竹本にはメールしたけど、未だに既読ついてないってことはそういうことでしょ。ああ、それはどういう意味か。うんとね、アメリカに行った時、俺ら日本人はマクドナルドって言ってんだけど、外人ってやっぱ違うんだよ。マクドナルドって言われたの。ああって思ったの、俺は。かっこいいって。もう勝てないって思ったのね。俺らは日本人だからマクドナルドってすごいダサい言い方するけど、マクドナルドって言われた時に、あ、もうレベルが違うって思ったね、うん、マクドナルド、うん、初見さんいらっしゃい、
いや、それだけじゃないけど、例えば、なんだろう、差別されたりとかすんのよ。中学生の頃だったんだけど、いや、差別されたよ。外人にこうやってシルバーショップに行ったらこうやってやられたよ。中学生だよ。買い物に行ったら白人に、もうこれ差別だと思ったよ。うん。あと、なんだろう、やっぱりその日本人ってレベル高いと思ってたけど、向こうに行ってその黄色人種見たら、チャイニーズ、コリア、ジャパニーズって3番目なんだよね。チャイニーズ、コリア、ジャパニーズってそういう順番で言われた時にあれだったし、なんか、あ、イエローだっていうのを気づいたけどね。で、日本人が思ってるより日本人の地位は高くなかったね。うん。中学校ぐらいの間2週間ぐらいかな、ホームステイしたのは。うん、あと、なんだろう、まあまあね、なんか感覚だよな。うん、感覚として、なんだろう、てかね、日本のことをアメリカ人全然知らねえなっていう感じだったね。そうそう、わらって言われたから、わらプリーズって言わないと。あーらしいね。地位は高いっていうよりも、やっぱアニメーションとか、なんかその日本人的な様式美っていうの、そういうのでリスペクトされ始めて、クールジャパンみたいなもの、うん、そういうのあるらしいね。最近のアメリカの事情わかんないけど、俺が行った時に、ああ、こんなもんかって。日本に興味ないっつうかね、アメリカ人、アメリカ以外興味ないって感じだったね。アメリカ人は日本に興味がないんじゃなくて、世界に興味がなくて。アメリカのね、サンブルーノって街で YouTube の本社があるんだけど、サンフランシスコの隣町で、車で40分ぐらいのところだったね。だからカリフォルニアだよ。西海岸ってやつね。うん。サンブルーノっていう。渋いかな。いや、いい体験っていうか、やっぱ全然、なんだろう、面白かったよ。生の体験って、そのイメージと違くて。なんか、そのスティーブンっていう家に、スティーブンはプレジなんだけど、あの、生徒会長で。で、そのスティーブンで、お兄ちゃんがマイクって言うんだけど、うん、マイクとスティーブンと、まあ、パパとママと話したんだけど、すげえ良かったね。文章買ってるよ。あ、まあまあ、そうだろうね。うん。田舎の方っていうか、もうテキサスなんかすごいだろうね、多分ね。うん、弟はどこ行ったんだっけな。弟はなんかすげえローカルな州に行ってたよ。拳銃ぶっ放せるって言ってたよ。もう地平線まで畑だっていう。なんだっけな、なんかローカルな州知らない？みんな。なんか聞いたこともないような。何を話したって、いや、だから、なんだろう。なんか忍者はすげえみたいなこと言うから、なんか忍者、なんかね、アメリカ人って忍者大好きなんだよ。スターウォーズかに、ハロウィンの時って男の子はスターウォーズか忍者かしかないぐらいの忍者に対する、もう忍者に対する憧れがすごいんだけど、何を誤解したのか分かんないけどね、魔法戦士みたいな感覚なの、あいつらからすると。魔法が使える戦士だから最強みたいな。マジックウォーリアーに近いんだよね。なんか忍術とその武術を極めた侍と、なんか魔法使いの合体みたいな認識なんだと思うの。で、そのスパイだよとか言うのよ。 FBI みたいなもんだし、そのなんて言えばいいんだろう、スパイでもあるし暗殺者でもあるけど、お前らが思ってる魔法は使ってないよって言うんだけど、水遁の術とか教えたのよ。だけどね、なんかもういい、その話嫌いみたいな感じだったね。もう俺らの忍者感壊さないでみたいな、もうワド嫌いみたいな。そうそうそう、フォースっていうか、だからスターウォーズのフォースなんか、あれはもう日本の影響だよね、完全に。だからジェダイの騎士って、あれなんだっけ、ジェダイの意味ってあれ時代劇の時代だからね。そう、あとね、伊達政宗のダースベイダーってあれ日本の甲冑じゃん。うん、だからそういうなんか細かいギャップとかは感じたけど。これそうだよ。だって、三船敏郎にだってやらせようとしたじゃん。最初、ワンの時。そうそうそう。だってあれだよ、黒沢映画から来てんだから。もともと。
アーカンソーよりもローカル。アーカンソーはだってひろゆきが広めちゃってるじゃん。ワイオアイオワとかじゃないな。ウィスコンシン州じゃない。もっとローカル。なんか名前出して。州で。もう何その州っていうレベルの。サウスダコタよりもローカルな名前。本当になんか多分アメリカの州の中で1位2位を争うぐらい知らないぐらいの名前だね。もっとアイオワとか有名でしょ。もっと田舎の方。ロードアイランドじゃない。弟が行ったとこすごかったね、もう本当に。カーボーイいるんじゃねえかみたいな、そういうレベルだった。どこだったっけな。もう本当に多分ね、初めてコメント書くわっていうぐらいのローカルな名前だと思うよ、弟が行ったところは。ワイオミングじゃないね。どこだろう。いや、わかんないんだよね。弟が1ヶ月ぐらい行ってたんだけど、同級生がいて、すげえ楽しかったって言ってたね。メイン州じゃないね。どこだろう。なんか出てこないね。いや、まあまあ出てこないなって。モンタナじゃないね。モンタナじゃない。だから出てこない州なんだよ。で、デラウェア、違う。ネブラスカ州。はい、ネブラスカだ。そう。もっこりさん正解。ネブラスカだ。弟がいたのはネブラスカだったの。1ヶ月泊まってきたんだよ。聞いたことないでしょ、ネブラスカ州って。SF の地位が当時低かったからね。いや、ネブラスカ、ネブラスカ。弟がいたのはネブラスカ州に行ったんだけど。もう、なんか、わけわかんないって言ってたね。有名なの、ネブラスカって。そう、アメリカのど真ん中かな。に1ヶ月間生活してたって言ってたけど、よかったっつってたね。だから俺の感覚、やっぱカリフォルニア西海岸のノリと全然違かったね。いや、なんもないっつってたね。まあ、ど田舎だっつってた。いや、プッシーとかわかんなかったけどね。中学生だったから。北海道みたいなもんか。そんな感じだろうね。腹減ったな。でもなんかその海外の経験、何がいいかっていうと、価値観が全然違かったりするんだよね。ミネソタっぽい。よくわかんないけど。まあ、西海岸はおしゃれだったな。都会だったね。すごい。都会だし、レッチリっぽかったね。なんか。今考えると、レッチリだわーって思った。ごめんね。何言ってるか意味わかんないと思うけど。レッチリだった、俺の中では。いや、なんかもう、これはレッチリ生まれるわっていう感じだった。なんか、ああ、本当にレッチリなんだよ、本当に。街が。なんかいいよ、やっぱり。陽気というかなんか。チェリー伊藤さんいらっしゃい。そうそう、やっぱどこもそうなんだろうね。海が近いとああいう風になるんだろうね。だから東京でいうところのお台場みたいなもんか。おしゃれだって。あと街の区画で、その路面電車がかっこいいんだよ、すげえ。ゴールデンゲートブリッジもすげえ、びっくりするぜ、あれ。ゴールデンゲートブリッジ。あと、あれか、アルカトラズ刑務所。あと何見たっけな。まあ、ゴールデンゲートブリッジと街と。ナイキショップも良かったな、なんか。だから高級店なんだろうな、今考えたら。ジョーダンとか飾ってあって。ありがとう、2回目なの。ありがとう、来てくれて、さくらさん。もしよかったらフォローしてね、ワドツ。2回目に来るのにワドツって言ってくれるの。治安はね、なんかね、もう映画みたいで笑ったね。なんか、そのダウンタウンに行くと、もう街は本当に綺麗なんだけど、ダウンタウンに行くと上半身裸でタトゥーだらけのムッキムキの外人がバスケとかやってて、ラッパーみたいな不良みたいな、もうわかりやすいのよ。もう映画のまんまで。で、ここのエリアでは、
その騒ぎは起こさないでみたいな、私たちが守るみたいな、マミーが言うのよ。そのダメよ、騒いだらダメよみたいな、ほんと殺されるわよって。そしたらもうメーンみたいなやつがもうラップとかしてて、上半身裸で嘘だろって思ったもん。あ、これ殺されるわっていう、もう分かりやすいのよ。この向こうは不良がいるぞっていうのがすごい分かる。いや、もう映画のまんまだったね。うん、映画のまんま、ギャングがいる街、なんか分かりやすいの。なんか日本ってさ、その一個の通り挟むと急に治安が悪くなったりみたいな感じじゃん、じゃないの。もうなんかダウンタウンはダメみたいな。うん、ちょろっと通ったけど、あ、歌舞伎町なんかだから可愛いっつーか、まあ平和だよね全然。あ、でっかいね、やっぱりね。でっかいね。雰囲気っつうか、もう空気でわかるよ。空気で全然、なんか、街灯が少ないみたいな。この区画金かかってないみたいな。なんかね、その、スプレーとかですぐわかるのも。なんか、その人種が、あのね、学校の体験がそれでわかった。中学校っていろんな人種の子たちがいるじゃん。で、服装がバラバラなの、日本と違って。もうラッパー、不良は不良の格好してんの。カラーギャングはカラーギャング。中学生で。で、なんか、チリ、なんつうの、なんか人種によって分かれるのよ。オタクはオタクといて、白人は白人といて、バスケだったら、スポーツだったら。で、黒人は黒人といるの。ん？放送切れた？放送切れた？見えてる？見えてる？ネットちょっと止まったな。見えてる？だからもうなんつうんだろう、つるんでる人がもう全然違うのよ、人種が。もう冴えないやつは冴えない、パソコン系のオタクだって見た目でわかんの。大丈夫で、あ、こいつら不良だっていうのもすぐわかるし、もうす見た目でわかる、見た目でわかりやすい。だからサンフランシスコでさ、ブラジャーでパツキンの姉ちゃんがサングラスかけてランニングとかしてんのよ。自由なの、上半身裸とかで。真夏なのに、そのほんと笑うんだけど、黒服のスーツにサングラスかけてるやつがいんので、あれと思ってジロジロ見てたら、スティーブンがヒットマンって言うのよ。ヒットマン、ヒットマンって。いや、ギャグでしょっていうの。いや違うよって、お母さんが、アタッシュケースこんな長物持ってんのよ、あいつはヒットマンだよって。で、日本人の感性からしたらギャグじゃん。ゴルゴ13みたいなやつがいるのよ。で、本当にそうだっていう、ネタじゃないよって。え、あんなの見分けられるじゃんって。いや、アメリカってそういう街だよって。ヒットマンはヒットマンのコスプレをするし、ギャングはギャングのコスプレをするっていう。俺らからすると、もうコスプレをしてる感じ。本当に。わかりやすいの。この人は喋りかけたらダメだよって教えてくれんの。見た目でそれを誇示してんのよ。なんか、だからわかりやすいよ。漫画っつうか、アメリカ人はシンプル。もうすぐ分かるよ、絡んじゃいけない人。見た目で分かる。うん。風船ありがとう、イカ娘さん。ああ、そうだった。原付買えなかったか。うん。もしあれだったら、小川さんに相談してごらん。小川さんのYouTube にコメント書いたら答えてくれるよ。小川さんの YouTube のコメント欄に、どういう経緯で買えなかったってやったら返信が来るよ。引っ越してないよ。ユーモアもすごいあるっつうか、パフォーマンスがすごくて、ドラムとか平気で、その一個のストリートの中でドラム叩いてんのよ。で、めちゃくちゃうまいの。プロ、日本のプロよりうまいのよ。で、ドラムザーってやってんじゃん。そしたら、なんか黒人が鉄の板をボーンって隣に置いたの。もうアドリブだよ、それ。で、隣にボーンって鉄の板を置いて、靴履いて、タップダンス始めんのよ。で、ドラムとセッションとかしたりとか、もうそういう大道芸がブワーってやってんの。で、レベルがもう日本のプロなんかはるかにしのぐぐらいうまいのよ。で、うわ、すげーと思ってチップ渡して、そしたら草陰にうわーって脅かしてるだけのくだらねえパフォーマーもいんの。もう、ファックとか言われてんの。ただ物陰に隠れて、ただ通る人を脅かし続けるバカがいる。なんつうんだろう。で、ずっとママの口癖が、マミーの口癖が、俺の顔見てニヤ、俺もうそういうの好きなの分かったらしくて、ニヤニヤしてたら、もうクレイジーアメリカンって。ママはずっと俺に、なんか、アメリカ人おかしいでしょみたいな。
アメリカ人ってアホでしょみたいな、ちょっと教養のある感じのママは。多分スティーブンは上流階級なんだよ、ちょっと中流上流階級で金持ちの家なんだけど、すげえ面白かったね。いや稲子さん、お父さんパパ子と会ったことあるけど、すっごい頭いいよ。大学教授じゃなかったっけパパ子。もうインテリって感じだったよ。俺会ったことあるんだよパパ子に。見た目はね、稲子、賢すぎる稲子みたいな顔だったね。パパ子良かったよ。俺実際生で会ったからねパパ子。ああそうなんだ。ベガスは行ってみたいけどね。なんか街が揺れてるっていうよね、あの音で。もう街全体が光って揺れてるって聞いた。稲子は頭良くないでしょ、うん、パパ子ゲイじゃないでしょ、結婚してんだから子供いいんだから。いやわかんないけど、あんま詳しくない。当たり目一本ちょうだいよのんちゃん。ないもうのんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、の当たり目一本ちょうだい。当たり目一本ちょうだいよ。ないもう食べちゃった。くそしょうがねえか。あ、いいよいいよ食べな。うん、のんちゃんはもう絵描きたくないんだって。朝から晩まで24時間ずっと化粧の動画見てるよ。ずっと見てるね今日。俺が起きたらすげえなと思って、24時間ずっと化粧の動画見てんだよ YouTube の。まあまあ才能、才能っつうかやる気だろ。うん、才能じゃ飯食えねえよ。どうだろうね、もうわかんねえわ。自分のことにコミットするわ俺は。いいんじゃない。ヒットロック、へえ。まあ行ってみてえなベガスは、うん、海外行ったことあんだよ。ヤバそう、引きこもりだと思ってた俺。ずーっとビットコインやってる俺のヤバ像のイメージで、マルチモニターで、あのオタクの部屋でこうやって、こうやってキーボード4つぐらいを駆使しながら、ずーっとこうやってピザ食いながらコーラ飲みながらビットコインをずーっとやってる男だと思う。でたまに給油が会いに来るの、10年ぶりくらいに。ウィーンって開いて、おい地下室ね、地下室でウィーンって開いて、おいお前の力を貸してくれって言ったら、うるさい帰れ、俺にはやることがあるんだ、俺は人間が嫌いなんだって言って、帰れって言うけど、いやお前の力が必要なんだっていうイメージ。そうそう、仕方がないって言って、そうなんかその機材を取り出すっていうか、あのサイバーテロを起こしてくれる味方、よくわかんないけど。映画みたいだね。ダイハード4にいたよねそんなやつ。アメリカナイズなあのオタクな感じで、うん、部屋から援護射撃する役割。っていうかカオス何やってんの。うん、そう炭酸ガブ飲み系。そう、そのフィギュアに触るなっていうキャラ。
そのフィギュアには触るな。うるせえよ。うん、いや、カオスはなんかビットコインに取りつかれたんだよ。分かんない。カオスはだからビットコインしかやってないでしょ。マイニングやってんならマイニング、いや、俺はビットコインね、あの株とかやってないやつがハマるなと思ってたから、カオスは絶対ハマると思ってたんだよね。うん、いや、それが面白いのが、ヤバゾービットコインで結構稼いでるんだけど、あの俺ダメだっていうか、ヤバゾーに聞いてみたの、ビットコインどう思うっつったら、すげえ面白い答え返ってきて、ヤバゾーの答えが面白かった、始まったよって言ったの、かっけえと思って。俺もビットコインもう終わったと思ったのよ。そしたらヤバゾーは、ヤバゾーどう思うビットコイン、ビットコインは始まったなって、すげえかっけえじゃん、何それと思って。やっぱ稼ぐやつは感性が違うんだよ、捉え方が。そう、今ようやく始まったっていうのがヤバゾーの見解なんだって。いや、面白い生き方してるやつは配信やらないよ、やっぱり。本当に面白いことやってたら配信やらないよ。ただビットコインかっていうのは俺の中であるけど、うん、いや、わかんないけど、俺はビットコインの人じゃないから、俺は花火で飯食ってるから。アイテムちょうだい、みんな、お気持ちだけでいいんで、稼がせてよ、アイテムくだせい、チップちょうだい、チップ、みんなのチップで飯を食うっていうゴミクズ人間だから。いや、どうだろうね、いや、でもとんでもなく稼いでるみたいよ。バカ、ありがとう、ゾウゾクさん、ありがとう。おい、たくみさん、バーガーありがとう、ワドツー。あれ、たくみさん、チケット手に入ったんだよね。大丈夫だよね。イムタさん、ハートありがとう。イチローさん、ハートありがとう、ありがとうございます。チケット OK ね、了解、チケットは全員手に入ったか、大丈夫かな。まあでも10分で売れたっていうのはすげえよな、記録更新だかんね、前回3時間だったもんね。なんだかんだみんな好きなんだな、捨て頃。ハートありがとう、さくらさん。
ツイッターフォローありがとう。もしよかったらドラム叩いてるやついいねボタンとリツイートしてくれると嬉しいわ。ツイッターいいね押して、ね、もしよかったらリツイートしてドラムのやつ。サンキュありがとう田中さん、花火ありがとう。おい見えないのって何？田中さんありがとう。え、何おい見えないのって、ありがとう花火、見えてるよ。どうしたどうした、花火見てなかった？え、嘘？え、マジで？え？花火？え？花火上がってる？ちょっと待って待って待って。え？あ、じゃあラグがあったんだよ。ラグラグラグ。ごめんごめんごめん、田中さん。いや、ラグだわ。遅れてきた。なんかね、たまにあるんだよ、不具合が。ごめんね、田中さん。そうそう、コメントが時々ね、入れ替わったりすんの。ありがとう、ありがとう。田中さん、ありがとう。ラグラグ今上がった。俺は花火無視したりしないよ、風船でも無視したりしないよ。それはね、おいってなるよね。花火投げてするかよってそう、中野ブロードウェイね、歩いたけど100万するカメラ見たんだよ。やーべえなー、100万するカメラ、要はテレビとか映画で使うカメラ見ちゃったよ、中古の。もう全然違う、もう最高。俺カメラ手に入れてえわ。やっぱね、いいものはいいわ。もう全然違うの、焦点の合い方とか違うのよ。カメラいいなあ、おい。一眼レフか、まあハンディ買わないとね、最低でも映画撮るんだったら。超かっこよかったわ。やっぱいいもんはいいな。まあカメラも凝り出したらキリがねえんだろうな、多分な。奥が深いんだろうな。あ、そうなの？あらわし来てなの？あらわしどこいんの今？あ、そうなんだ。寝てたかな寝てたね。あらわし、あらわし。お金かかるよね。おー、ミラン久しぶり。元気？元気だよ、俺。久しぶり。あらわしのツイッター見てるけど何にも書いてないな。あ、もう帰ったんだ。そっかそっか。配信回してたのかな。あ、タイミング合わなかったんだ。宿を借りたかった？いやいやいや、やだよ、そんな。
おじさんって何？誰？おじさんって誰？田中さん。いや、ドレさん今日電話かかってきたって。だから練習してるんじゃなくていきなり電話かかってきて。和田元気？和田暇なんだよ。 DVD の DVD ってどうやって見るの？ DVD 見て暇を潰そうと思うんだ。DVD ってどうやって見るの？これからはブルーレイの時代なんだろう。ブルーレイの時代が来るからブルーレイ買った方がいいの？ DVD でいいのね？ツタヤなくなるの？ツタヤツタヤなくなるのって言ったから、うるさかったから切った。うるさいわっつって。そんな感じだったね。オンデマンドの時代だよって言ってるんだけど意味が分かんなかったみたいだね。めんどくさいから切った。長くなりそうだから。いや、おじさんでしょ本当に。いやいや、もうほんと機械音痴だから。その DVD 買おうか迷ってるので鬼電されたかんね。なんか朝起きたら27時間ぐらい寝てたんだけど、なんか15件ぐらい電話着信履歴があって、折り返したのすぐ起きたら、わあごめん寝てたわっつったら、そしたらこの会話だから、ね、いや買えよって話すの。DVD プレイヤー欲しいけど和道に相談するってどんだけよと思って、買えばいいじゃんと思って。そんな3000円ぐらいで買えるんでしょ今。家電を買うときに俺に電話すんのやめてほしいよ。ブルーレイの時代が来るもう意味が分かんないしね。だから喉の調子は良くなさそうだったね。やっぱりまだ絶不調なんでしょ。まあ朝から何なんだよと思った。朝っていうか、まあ起きて寝起きでなんだこの会話って。勘弁してくれよな本当に。いや、ドンキでも売ってるレベルだからね。ネットに疎いんだよなドレさんな。詳しそうなのにね。まあでも年取るとね、風邪とかこじらせてボケるとか言うじゃんよく。いや何を見るんだろうね。いやいや、勝手にネタは降ってくるから、下手にいじるよりもドレさんが素の感じが面白いんだよね。素でその話してるトークが面白いっていうか。DVD プレイヤー買うのに鬼電かけてくるってすごいでしょ。いや、どんな、なんかあったのかなと思ったら何にもないからね。孤独かよっていう。孤独な独居老人みたいになってきたからな、だんだんドルさん。ちょっとシュールだよな。早く喉治るといいよねドルさんね。もうさすがにリスナーももう忘れかけてきてるからな。
閲覧大丈夫かな。いや、裏 DVD 入手って古いな。AV は見ないって言ってたけど。AV はなんかプログラムのウイルスが入るからパソコンで AV は見ない。何それって思ったけど、スカイプはやってないんですけど LINE だったらいいですよ。坊主ばあさん LINE だったらいいですよ。何見る？映画かなんかやっぱ好きだから映画見るんじゃないの？映画じゃない？ドレさんだけど捨て頃の時よりなぜか強くなってるんだよね。あのドレさん見たけど、あのジャブハンマーバキの世界になってきてるよ。あの生で見たら捨て頃よりはるかに強くなってるよ今。なんかね、本当にあのバキのさ、あのポケットに手入れて抜刀の下り出てくるの知ってる？ハンドポケットでジャブ打つやつあるじゃん。ドレさんあれできるんだよ今。俺本当にびっくりして、腰の回転だけでジャブがとんでもないスピードでとんでもない破壊力で出んの。のんちゃんも見たけど、あれ54の動きじゃないよ。もうバキの世界に入り始めたもん。抜刀剣使えるんだよあの人。そのうち多分ゴキブリダッシュ使うんじゃないの。ゴキブリタックルか、あれ実戦で使う人初めて見たかんね。初見さんいらっしゃい。 LINE 教えて。 LINE はプロフィールページに書いてあるよ。LINE はプロフィールページに書いてある。繋がってるかどうかは分かんない。プロフィールページ見てみて。腰の回転だけでね、ジャブとんでもなく速いかんな。威力も半端ないし。バキだよバキ。抜刀剣。ドレさんで短編映画作るんなら俺はコメディ作るかな。ドレさんだったらコメディ作るね、コメディ苦手だしコメディ好きじゃないけど、統合失調症のコメディだね。LINE 分からないって何？ URL 書いてあるじゃん。 LINE 分からないって何？どういうこと？ 何が分からないの？何が分からないのかが分かんないんだけど。え、だってさ、ここに俺のプロフィールページあるじゃん。ここに LINE 書いてあるじゃん。和道公式 LINE って。で、これクリックしたら出てくるじゃん。これが分かんないんだったら俺意味が分かんないんだけど。これここ和道公式 LINE ふわっちのプロフィールページね。俺のここのこれクリックしたら和道の LINE 出てくるじゃん。友達を追加って何が分かんないの。逆に分かんないんだけど何が分かんないの。
言ってる意味が分かんないわ。どうすればいいの俺は。これが分かんなかったら分かんないよ。でもなんか LINE 追加かなりリスナーさんにされててさ、多分もうそろそろ5000人埋まっちゃうよね。もし早めにつながりたい人いたら今のうち申請飛ばしておいて、でリスナーさんでね、コテハンが分かんない人はねブロックしていってるから整理してる今。もしつながりたい人いたらつながっておいて、 LINE 登録しておいて。上限があるからさ LINE は。今何人ぐらいの、うん、ちょっと待って、もしもし、もしもし、和道さん、はい、のりこさん帰ってきたんですか。要件お願いします。帰ってきたんですか。ご要件なんですか。いや帰ってきたの聞いてるんですよ。質問はコメントでして。なんつうの、めんどくせえわ。え、めんどくさいから。で帰ってきたのかなって聞いてるんですけど。あなたが言いたいことは何なの。質問はコメントでして、めんどくさいから。帰ってきたか教えてください。いや、なんであなたに教えないといけないの。友達やから。いや、友達じゃないから、うん、友達でしょ。めんどくさいから切るね。なんで？鼻息荒いし。よくわかんないわ。いや、昔からかかってくんのよね。めんどくさいもん、こういうの。友達の意味が分かんないし、なんかネットの中で友達作るとか言ってるやつ、俺頭おかしいやつだと思ってるから意味が分かんないでしょ。ネットの中で友達作るやつって、友達の感覚薄っぺらすぎるだろうみたいな。怖いわ。ドレさんのプロモーションビデオ、いや、まあまあリスナーさんがあんだけいるんだったらリスナーさんが作るでしょ。別に作れるけど、俺が作るセンスが好きかどうかなんじゃないの。作れるよ全然、ドレさんのプロモぐらい。
まあ作るんだったら本気でやりたいけど、時間取られるから嫌なんだよね。はい、はるちゃんいらっしゃい、こんばんは。何がどうしたの？いきなり「こんばんはどうしたんですか？」って言われてもね、分かんないよ。先生おはようございます、どうしたんですか？部長おはようございます、どうしたんですか？おはようございます、店長、ところでどうしました？わからん。アドレさんのすごい技、おー、すごかったけどね。いやでも どうしたって言われてもね、何がだよっていう、シルバーアクセ以来久々に来ました。完成しましたか？あ、ビルちゃんいらっしゃい、まだ完成してないよ。いらっしゃい、いらっしゃい。ここにあるね、この中に入ってる。何食おうかな。ラーメン食いたいけどもう閉まってるもんな。ごめん、スカイプやってないっすね、申し訳ないっす。はい、スカイプあったかな、ちょっと待って。俺のスカイプ知ってるの？スカイプあった、あるな。あ、スカイプあるわ、どうぞ、どうぞ。スカイプどうぞ。かけてこないなら落とすよ。スカイプ起動したけど、自分勝手だな、もう落とすよ。自分勝手だよ本当に。当たり前、美味しいよね。ダイエット食品だから太らないしね、タンパク質多いし、当たり前はいいよ。じゃあダイエットで食べてんだと思うけどね。え、駆
けたいって言ってね、スカイプにしろとか LINE にしろとかよくわかんないよ。わかんない。そっか、三国志アイテムが今配られてるんだ。三国志アイテムやろうか。枠切り替えるね。三国志アイテムやるんで、無料アイテムみんな配られてんのかな。面白かったら無料アイテムください。それじゃあ次枠いきます。三国志枠です。お疲れ様です。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。